はい、皆さんこんばんは。本日もよろしくお願いします。ということで本日は湯河原町議会選挙惜しくも落選した北沢明夫君を激励する会、北沢氏に経歴詐称疑惑も浮上という内容でお届けしますので、本日もよろしくお願いします。今日はですね、まあ、なんだろうな、天候のせいか気圧のせいか、まあ、激しい頭痛を抱えながらやっております。ということで、まずはご挨拶をさせていただきます。エビフライのしっぽさんこんばんは、はなぺちゃさんこんばんは、ポポ GDS さんこんばんは、エチュコールさんこんばんは、アマーキさんこんばんは。今から運転するので今日はラジオモードで失礼します。よろしくお願いします。運転には気をつけてください。朝比奈さんこんばんは、ダイさんこんばんは、トラックジョローともにゃん東京に向かう途中からこんばんは。ともにゃんも運転にはくれぐれも気をつけてください。ダボさんこんばんは、猫侍さんこんばんは、ウンパルンパさんこんばんは、ピロナイトさんこんばんは、パクダさん国道運転してる人多いですね、運転気をつけてください。パクダさんこんばんは、ヒロヒロさんこんばんは、秘密結社さんこんばんは、アンクルフィッシュさん今日もよろしくお願いします。クリキントンさんこんばんは、ダギアさんこんばんは、青木の子さんこんばんは、おけいさんこんばんは、フックさんこんばんは、無遊病さんこんばんは、アミさんこんばんは、純一さんこんばんは、 MW さんこんばんは、優勢卵さんこんばんは。最近少しずつ見ています。あの優勢卵さんってあれですよね、天海さんのところの人ですよね。で、2年ぐらい前かな、呼んでもないのに勝手にヤードに上がってきてすっごいニコニコしてて、なんかゲストでございみたいな感じで来た人ですよね、確か。違いましたっけ。で、確か雄星さんにゲストずらして来てんじゃねえよっつって、お前自ら喋れよって、なんかどやしつけられた、どやしつけた記憶があるんですけど、違いました。雄星さん、あのニコニコ顔の青年ですよね。ねえ、多分そうだよね、懐かしいって絶対。うん、お前ゲストでも何でもねえんだから自ら喋れよって、なんか最初の方はね、こっちが気を使って話しかけたりしてたけど、全く自分から動かないから、しびれを切らして切れた記憶があるんだけど、違ったっけその人ですよね、優勢。天海さんのところが来ています。あ、そうですよね、やっぱり。懐かしいですね、優勢卵さん。少しは喋れるようになったんですか、基本的に、まあ、やっぱり人のヤードに上がったら自らやっぱりこの動かないと、ダメだと思いますよ。ニコニコ笑ってなんか話振ってくれるのを待ってるみたいな、そういうスタンスだとね、良くないと思います。はい、ということで今日はですね、もうタイトルサムネの通り、先日というか昨日ですね、昨日湯河原町議会選挙が、まあ、行われて、これは一地方選挙なんで、まあ、どうってことない選挙の話なんですけど、ただね、そこにね、この北沢明夫さんという方が出てたということで、まあ、ちょっと注目が、まあ、自分の中にありまして、で、北沢明夫さんといったらね、まあ、いろんなエピソードもあるし、僕のところにも、まあ、ちょこちょこ遊びに来てる人なんで、まあ、ちょっとこの方ね、昨日残念ながらその、選挙に落選してしまったんですけども、まあ、ちょっと激励する会、北沢明夫君を激励しようじゃないかと。いうことで、いろいろこう準備をしてね、今日はこう慰めようと思って、いろいろ明夫さんのことを調べてたら、ちょっとね、あれ、まあまあ、前からちょこちょこ噂はあったんだけど、この人ちょっと経歴詐称してないかっていうね、いろんなその証拠というか、そういったものを掴んだので、そこをね、ちょっとやっていこうと思います。高橋翼さんこんばんは、達望さんこんばんは、あ、天海さんっていうのは、女の人にストーカーするおじいちゃんですね。はい。オムさんこんばんは。何票だったの？これから全部説明します。カル様のゲボクさん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。エビジルさん、こんばんは。という感じでしょうか。アキオさんがメインネタを張る日が来るとはね。本当僕も夢にも思わなかったんですけど。
まあその辺はね、昨今のこの事情を察してくれればと思いますけども、早速、じゃあちょっとね、本題やっていこうと思うんですけども、まずは、北沢明夫さんね、北沢明夫さんの話をしていくんですけども、そもそも北沢明夫さんのことを知らないと、まあ話が入ってこないと思うので、まずね、いつものように、まず北沢明夫がどういう人間かというところからきっちり全部説明していきますので、安心して、見ててください。ということで、ですね、まずはこちらの方をご覧ください。はい、こちらですね。はい、ということで今日ね、メインで扱う北沢明夫さんという方の、紹介をしようと思います。現在54歳になりますね。誰なんや。まあまあ全部説明します。北沢明夫さんは、まあ、1970年生まれの現在54歳の男性になります。で、名門北沢家の御曹司として生まれるということで、まあここがね、一番明夫さんの一番紹介しなきゃいけないところなんですけど、TKS メールさん、こんばんは。北沢さんっていうのは、この現在ね、日本で一番トップシェアを持ってるバルブメーカーのキッズっていう会社があるんですけども、そこの創業者一族なんですよ。ね。で、キッズっていう会社はね、まあちょっと説明すると、70年の歴史を持つキッズ。キッズは1951年に株式会社北沢製作所として創業以来、バルブってね、要はね、ライトね、光のことですね。バルブを中心とする、流体制御機器の総合メーカーとして今日まで成長してまいりました。創業者、北沢俊夫。これね、北沢明夫さんのおじいちゃんになりますね。の理念により、まあ一貫生産して、まあいろいろ70年やってるということなんですよ。で、これただの、このね、まあもう今はキッズっていう会社にな、名前になってるんですけど、もともとは北沢バルブっていう会社で、ただの、この製造業の創業者一族じゃなくて、この北沢バルブね、これも右、一番右見ていただければわかると思うんですけども、もう売上がね、会社としての売上がもう600億。もう桁が違うわけなんです。これね、東証プライム市場に上場して、まあ、いわゆる一部上場企業ですよ。そこの御曹司なんですよ。ね？わかりますか？だから、例えるなら、この北沢明夫さんという方は、もうトヨタ自動車、トヨタ一族みたいな、そんな感じの方なんですよ。とんでもない方です。カーレースのスポンサーしてました。そう、キッズレーシングでね。うん。で、従業員ももう今では1000人超える。まあ大企業ですよ。その大企業、70年続く大企業の創業者一族のお孫さん。本当にもうそんじゃそこらの一族じゃないし、そんじゃそこらのセレブじゃないんですよ。そういう方が今日紹介する明夫さん。これが一番紹介するに一番、ぴったりな紹介になると思うんですけども。まあちょっとね、彼のエピソードとか、まあその経歴っていうのはたくさんあるんですけども、まあ簡単にね、説明すると、1ドル、360円の時代から海外視察をして回り、幅広い見識を持つに至るということなんですね。で、まあなんだかんだいろいろあったんですけども、大学卒業後ですね、もうこれ、驚きだったんですけど、どこへ行っても、坊ちゃん坊ちゃんと言われるのが嫌だ。この言葉を残し、北沢家と距離を取り、今に至るということで、もう、このね、もうトヨタ自動車のトヨタ、今で言う秋夫みたいなもんですよ。あ、同じ名前だ。うん、そんな感じで、もう、やっぱりその地元の名士、ね、もう本当に街を歩けば、もう秋夫坊ちゃん、秋夫坊ちゃん、ね、何しても許される。もうそういう、まあ、旗から見るとね、羨ましい環境で育ってるんだけど、やっぱりそういう環境で育ってきた明夫さんは、そういうなんか、なんだろうな、周りのその自分に対する配慮とか、そういう気遣いみたいな、それはいいことじゃないかって思うんだけど、そういうのを受けて育った人から、明夫さんからすると嫌だったらしいんですね。いうことで、まあ大学卒業と同時に、明夫さんはもうこの北沢家と縁を切ってますもん。うん。で、北沢家ね、これ推測になりますけど、まあ、厳密に言うとね、このキッズって会社はもう別のところにもう売却しちゃってるんですけども、この北沢一族の総資産が、
俺の計算によるとだいたい300億ぐらいあるんですよ。ね。300億ぐらいあるんだけど、で、当然ね、この秋夫さんも長男だから、その300億のね、中で相続で、なんだかんだでいろいろお金もらう算段があったんですけど、結局最後にね、もう俺は、自分の力で行きたいというふうに言って、最後に、大学卒業時だから、まあ、1990年代ですよ。手切れ金の50万円だけもらって、家を飛び出したという感じなんですね。うん。で、まあ、あとね、元ウォーリアーズのメンバーと、特注のゴローズ、多数保有等ということで、まあ、ウォーリアーズっていうのは、渋谷のね、あ、渋谷じゃねえ、昔の、チーマー文化の、あった時に、有名なチームになりますね。で、で、そんな、まあ、秋夫さんね、秋夫さんが、はい、秋夫さんが、このね、もともと東京生まれ、東京育ちの秋夫さんだったんですけども、まあ、今はね、この神奈川県の真鶴っていうところに引っ越し、移住してて、で、その真鶴の近くの、ポックリズね、ポックリズもあります。真鶴の近くの湯河原っていうところの、町議会選挙に、まあ、出ました。で、強い人、僕ならずっと家から、まあまあそうですよね。まあ普通に考えたらそんな恵まれた環境を自ら捨てるなんていうことはね、ちょっと信じられないんですけど、秋夫さんはそれをやってのけてね、まあ一人で生きてきた結果、まあ今の秋夫さんがいると。まあ、そんなね、男らしいといえば男らしい秋夫さんが、湯河原の選挙に出ました。で、こちらをね、ご覧ください。その結果、結果ですね。ちょっと待ってくださいね。これで。そして、その湯河原の選挙に出たんですけども、まあ、結果の方は残念ながら惜しくも落選という形になりました。得票数は29票ですね。うん。で、ちなみに、この秋夫さんが出たこの湯河原の、選挙区、有権者数がですね、まずね、人口がね、赤文字で書いてあるんですけど、湯河原の自体の人口が2883人いるんですよ。で、その中の有権者が11130、あ、違うわ。有権者が2883人いて、で、今回ね、この湯河原町議会選挙に投票に行った人が11136人いたわけなんです。で、今回この湯河原町議会選挙のいわゆる、投票率ですね。投票率は 53% なんですよ。なんで、まあ結構割とね、今この投票率が下がってるなんて言われてるんですけども、まあ割と関心の高い街であると。まあそんな中、秋夫さんは29票取ったということで、ちょっとこれね、間違えて書いたんですけど、秋夫さんの得票率は 0.26% ですね。0.26% の、得票率で29票ということなんですよ。でね、昨日っていうかね、昨日もね、まあちょっとお話ししたんですけども、この29票っていう結果に対してね、多分、例えばトップ当選してる人が、まあ1200人とかね、うん、1000人近く得票してますけども、そんな中ね、たった29票じゃないかという人がいるんですけど、それね、なんていうかな、だいたいそういうことを言う人って0票の人が言ってるわけなんですよ。これ29票ってね、少なくないんですよ。29票も取ったんですよ。ね。なんでこの北沢明夫さんに対して、なんで29票かよって言えるのは、この北沢明夫さん以上の票を取った人しか言えないわけなんですよ、本来は。ね？うん。わかりますか？だからなんかこういう、何？ 1 位が1200の中、たった29票だからなんか大したことないとか、
いろいろ言う人いますけど、まあそういう人はもう本当にその秋尾さん以上に票を取ってからじゃないと本来なら言えないと。まあ結構ね、検討はしたんですけども今回。検討はしたんですけども残念ながらあと一歩ね。あとわずかですけども、まあそうそう出るだけですごいですよ。そう、よく頑張ったんですよ。うん、笑ってないですよ。うん、笑えないよ。だって俺29票取ってないから。とやかく言えないから、ここは。そう、すごいんだから。まあ、出ることはすごいとは思わないけど、票を取るっていうのはやっぱりすごいことだし、そんな取ってもない票に、ね、自分は取ってもない票を取った人に対して、たったとかね、そんなことはやっぱり言えないもんですよね。うん。まあ、そんな感じで、秋尾さんね、もう本当に残念だなっていう感じで、まあ、いろいろね、秋尾さんを見てたんですけども、まあ、この秋尾さんって実は今回ね、昨日開票された湯河原町議会選挙だけじゃなくて、それ以前にも、真鶴町長選挙、真鶴町議会選挙、今回で3回目の選挙なんですよ。IWGP さんこんばんは。今回で3回目の選挙で、まあ、たまたまね、秋尾さん、今回3回目でも残念ながらダメだったな、みたいな感じで、何気なくですよ。何気なく、過去のね、一文なしはないでしょ。一文なしってことはないんですけど、何気なく過去の、このプロフィールを見てたんですよ。それをね、ちょっと皆さん、ご覧ください。まあ、一応ね、今説明した通り、秋尾さんがどんな方で、で、今回の投票結果、で過去3回出てるっていうの分かったと思うんですけども、過去のねこの選挙のこのプロフィールね、ちょっとこの赤線でね順番に、1回目が真鶴町議会選挙かで、右上が真鶴町長選挙で、下の、湯河原町議会選挙のプロフィール写真とプロフィールなんですけど、ちょっと気づかれた方いますかね。俺これをね順番にね、ああそういえば過去にもこの人選挙出てたなーなんて感じでいろいろ見ていく中で、ここで僕はちょっとピーンと来ちゃったわけなんですよ。うん、このプロフィールを見てちょっと気づいた方いますかね。29って親戚数、いや親戚いないから、秋尾さんは、親戚どっちかっていうと東京だから、名前が漢字になった。名前が漢字？いや、一緒ですよ。ひらがなですよ。真鶴から湯河原に引っ越しされたんですね。そうですね。多分引っ越されてますね。小切れになってる。北沢が、簡単な北沢になってる。ホーム団体って何？ね？これね、まあ、写真で気になる点もあるんですけど、一番は、この、自ら名乗る、この、経歴なんですよ。ね。初めて選挙に出たときは、法務団体代表。米国 NPO 団体日本理事長。二回目は、なんか、法律やバルブ主査。政治団体代表になってて。で、今度はまた法務団体代表主査っていうことで、なんかね、自分の経歴がね、わずかほんの数、まあ、経歴がなんだろうな、よくわかんないなっていう疑問を持ったことがきっかけで、今回ですね、秋尾さんの経歴をね、徹底的にね、調べることになったんですよ。なんかおかしいじゃないですか、こう。なんか今まであったものがなくなってたりとか、新しい何かが、まあ、うさんくさいといえばうさんくさいんですよ。で、彼が、この今回の湯河原町議会選挙に立候補したときに、地元のなんか、テレビ局かなん、テレビ局じゃないな、地方のなんかのものにインタビュー受けてる、動画がありますので、それをね、ちょっと今から流しますので、またね、ちょっと言ってることをね、ちょっとそこで確認していただきたいんですけども、今から流しますね。で、これちょっと1分ぐらいの動画なんで、1回だとね、何言ってるかちょっと理解できないと思いますので、2回連続で流しますので、ちょっとそれを見てね、いよいよちょっと俺、この経歴の変換を見て怪しいなと思って、で、その後このね、今から流す動画を見ても確信に変わったわけなんですけども、その証拠の動画、今から流しますので、ちょっとお待ちください。
リピートだから2回連続で流しますね。自己紹介をお願いします。はじめまして、北沢明夫と申します。一般的には YouTube なんかでもハーレー北沢とかハーレー明夫でやると僕が出てくるような人間で、で、まあ3万人、直轄で3万人、計16万人のハーレーグループの、まあ、統括っていうことをやってます。で、他に、まあ仕事的には、ホーム団体のバルブ、まあ北沢バルブっていう今名前なんですが、そこの、代表主査、本当は主査という名前なんですけど、代表主査をやってます。トップですね。で、他、仕事としては、あとは、洞窟を潜る洞窟潜水、洞窟学会の日本の理事長だったり、洞窟潜水協会の日本の理事を、そうですね、15年とか、そのぐらいやってきてます。だから、まあ、もともとが、そうですね、インドネシア海軍の潜水部隊があって、そこのコパスカっていう、まあ、特殊部隊の、潜水教官やってたのが初めで、日本に帰ってきた時に、世界潜水連盟クマスというところの日本の初代技術部長をやりながら、真鶴とか湯河原の、図書館にもある教本とかを書いてきましたね。自己紹介をお願いします。はじめまして、北沢明夫と申します。一般的には YouTube なんかでもハーレー北沢とかハーレー秋夫でやると僕が出てくるような人間で、で、まあ3万人、直轄で3万人、計16万人のハーレーグループの、まあ、統括っていうことをやってます。で、他に、まあ仕事的には、ホーム団体のバルブ、まあ北沢バルブっていう今名前なんですが、そこの、代表主査、本当は主査という名前なんですけど、代表主査をやってます。トップですね。で、他、仕事としては、あとは、洞窟を潜る洞窟潜水、洞窟学会の日本の理事長だったり、洞窟潜水協会の日本の理事を、そうですね、15年とか、そのぐらいやってきてます。だから、まあ、もともとが、そうですね、インドネシア海軍の潜水部隊があって、そこのコパスカっていう、まあ、特殊部隊の、潜水教官やってたのが初めで、日本に帰ってきた時に、世界潜水連盟クマスというところの日本の初代技術部長をやりながら、真鶴とか湯河原の、図書館にもある標本とかを書いてきましたね。自己紹介をお願いします。はい、という感じで、まあいろいろちょっとテロップの方をね入れさせていただいたんですけども、この動画の中で要は選挙立候補者に対するインタビューですから、よもや嘘はつかないと思って聞いてはいたんですけども、いろいろおかしなこと言ってるんですよね。まずですよ、まず彼が言ってましたね、日本洞窟協会の理事長を15年やってたと。ね。15年やってたという、まず部分なんですが、まず、日本洞窟協会には、理事というものは存在しません。会長とかね、そういったものはいますけども、もう理事という制度がそもそもないのになぜか、秋夫さんは、日本洞窟協会の理事長をやってたと。ね。一応、ひょっとしたら会長のことを理事長って言ってんのかなと思って、過去歴代の会長の、人間を調べたんですけども、まあ、そこにね、まず、北沢明夫という名前がなかったと。いうことで、この、明夫さんが日本、洞窟協会の理事長と言ってる部分は、これは、もう、よしけいけさん、ありがとうございます。やってるな、ありがとうございます、よしけいけさん。ありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。ね。いや、数の不可思議レベルじゃない、もう匹敵するかもしれない。うん。まあ、という感じでね、まず、でもね、
日本洞窟協会は、理事制度がなくて、まあ、会長とかね、いう制度はあるんですよ。で、歴代会長を見ても、秋夫さんの名前がないと。で、もう一つ、日本洞窟協会じゃなくて、日本洞窟連盟みたいな、なんか似たような組織もあるわけなんですよ。そこも、そこは理事制度があったんですよ。でも、そこも一応全部調べたんですけども、北沢秋夫さんの名前がなかったので、まあ、ひょっとしたら、秋夫さんが言ってた日本洞窟協会、もしくは洞窟連盟は、また一般的に知られてる連盟や協会ではなく、別のところの理事長をやってた話をしてるかもしれないけども、もし万が一、この一般的に知られてる認知度のある方の日本洞窟協会連盟の方だったら、これは真っ赤な嘘ということになるわけなんですね。恐ろしい。ね。まあね、一応ね、まず一つそうですよ。で、あと、まあコメントでもあったんですけど、海軍の、なんだっけ、潜水部隊の講師をやってたとか、いうもろもろ嘘をついてますよ。ね、そんな海外の潜水部隊の講師なんか、なれるわけがないっていうのがあるんだけど、で、最もね、僕が今回ね、最も力を入れた部分があるわけなんですよ。ね。それが何かというと、あ、ヨシキングさん、ありがとうございます。完全にやってますね、秋夫さん、これは。まあ、多分、秋夫さんのことだから、その団体とは違う方の理事長をやってたんだよ、なんていう言い訳すると思うんだけど、まあまあまあ、わかんないですよね。で、僕がね、最も力入れた分、彼の経歴を見てください。ね、戻りますね。彼の経歴、一応ね、言われると言わなかった、先にね、指摘されると、嫌だったから、あえてさらっと書いたんですけど、実はね、彼、大学卒業って僕言ってますけど、その大学っていうのが、中国の南京大学を卒業してるっていう風に自称してるわけなんですよ。で、僕はここの部分に関しては、結構前から怪しいなと思ってたわけなんですよ。で、さらに最近その大谷翔平問題で、水原一平も大学を経歴詐称してたということが判明したのも皆さん記憶に新しいと思うわけなんですよ。ね。そこで私ですね、本日取った行動何かというと、この中国の、南京大学の方に、問い合わせしました。はい。で、まだ返事は来てないんですけども、南京大学の方に、問い合わせのメールを一旦送っときました。で、これ返事次第ね、返事次第皆さんにも、どんな答えが来たかっていうのを説明しますけども、私は今日ね、北沢明夫さんが南京大学卒業っていうのにちょっと怪しいなと思ったので、マジです。こんな、メールを送りました。一応ね、僕では中国語はわからないので、英語でね、送りました。Hello, this is Maezawa, a Japanese journalist.、こんにちは、こちらは日本のジャーナリスト、前澤です。I have a question for you.、あなた方に少し質問がありますと。ね。で、is there a Japanese person named Akio Kitazawa on the graduation list?of your university between、1992年1995年。つまり、あなた方の大学のね、1992年、秋夫さん1970年生まれですから、まあ大学卒業というと1992年。まあ、ひょっとしたら一浪二浪してたとか嘘つくかもしれないから、3年分ですね。3年分の、1992年から1995年のオタクの大学の卒業名簿に日本人の北沢秋夫いるかという質問状を送りました。でね、I would like to investigate and get an answer ということで、調べて、回答いただけることを望みます。いうふうに、ね、送りましたよ。ね、きっとね、これ一応、懸命にね、from Japan と書いといたので、ちょっと、引っかかるかもしれませんのでね。この返事待ちと
という状況で、ジンくんさんこんばんは。中国語できないと卒業でき、あの一応秋代さんは喋ってるとこは見たことないけども、中国語ができるそうなんですよ。はい、こんな感じでメール送りました。まあ、つまり私が北澤清氏への疑惑として持ってるのは、南京大学卒業は本当か、日本洞窟学会の理事長は本当か、インドネシア海軍の潜水部隊の講師は本当かと、以上3つですね。で、これね、何が問題かっていうと、秋代さんは自らね、今回湯河原町議会選挙に出てるんですけど、そこの経歴で書いてることだから、これがもしやね、よもや嘘だったら、とんでもないこれ、社会問題になります。ね？そういうことなんですよ。うん。で、ちなみに、絶対本当？ちなみに南京大学ね。もうこれでね、連絡先をね、見つけるの大変でしたよ。これ南京大学のホームページなんですけど、あの、中国語で書かれてるからね。すごい難儀しました。本当に。うん。経歴詐称で事後告発。まあまあ、いや、だからそこはね、秋代さん本人からちょっと聞かないとわからない部分であるんですけども、うん。近代的だと前澤、何言ってんの？うん。列島警察見てる場合じゃねえ。あーこさんこんばんは。ね。ということで、まあ、ちょっとね、今日、秋代さんに特に声はかけてないんだけど、秋代さんにね、本人の口から、まずは説明を聞きたい。で、秋代さんに質問して、秋代さんの答えを聞いた上で、自分で独自にね、この実際、南京大学に質問状を送ってますから、その返答と照らし合わせて、あと、ちょっとね、時間的に電話できなかったんだけど、明日にでもね、この日本洞窟学会、洞窟連盟か、なんか協会かなんか2つあるんですよ。あ、そうだ。日本洞窟学会と日本洞窟協会があるんですよ。この2つに問い合わせをして、過去に北澤明夫が本当にいたのかどうかっていうところもね。で、まあ、多分、この洞窟学会の部分に関しては、明夫さんは俺は違うところを言ってたという言い逃れするかもしれないんですけど、だとしても、それは誤解を招く表現だから、そこは訂正しなきゃいけないわけですからね。うん。秋代さん来ないかな。そうそう。秋代さん待ちなんだけど、一応まあ、秋代さんはね、来てもらったらね、なんて答えるかってとこはちょっと聞きたいところではあるんですけども。うん。で、まあ、ちなみにね、この秋代さんはね、その、今まで説明してきた通り、まあ、とんでもないよ。一族の。まあ、御曹司だと、いうことなんですけど、まあ、そういう坊ちゃん言われる生活が嫌だってから飛び出したと。で、そこから実は、秋代さんね、今54、もう30年近くですよ。ずっと一人で生きた、一人で自分の力でやりたいって言ったばっかりに、ずっと貧乏してきたわけなんですよ。で、今、秋代さんの移動手段、と言ったら、もう本当自転車と、あともう本当にもうずっとね、大事にしてるハーレー1台だけだと僕は思ってたんですよ。で、そのハーレーもすごいカスタムしてて、こだわりのハーレーを乗ってるわけなんですよ。ね。ところが、またね、ちょっと秋代さんを調べてたら、どうもね、秋代さん、最近ね、自分の足でね、生意気にもね、車を買ったっぽいんですよ。ね。で、その車の動画を、まあ僕見てて、ちょっととんでもないことに気づいてしまったんですけど、それも今からちょっと動画で流すんで、ちょっと聞いてほしいんですよ。これ。いいですか？ちょっと待ってください。これね、俺はね、正直ね、そんじゃそこらじゃないレベルで車すごい詳しいんですけど、その今までね、秋代さんの足といったら自転車かバイクだったのに、まあ車買ったと。その買った車がね、どうもね、これ多分だけど、秋代さんが買った車は多分ポルシェだと思うんですよ。ちょっと聞いてもらっていいですか。
あ、俺一人で喋ってた。これ聞いてほしいんですよ。まずね、ドアの閉まる音聞いてほしいんですよ。このね、まずこのセルの音が空冷のコルセの音なんですよ。で、次もう一回最初から始まりますけど、ドアの閉まる音聞いてください。ここパンってこう、バスってこの剛性を感じるバスッと閉まる音、ほら、このセルの回る音も完全に空冷のポルシェになってます。なんで、秋代さん多分ポルシェ911買ってますね、これ。このドアの閉まる音。ポルシェのドアの閉まる音って、本当にね、ドアのこの金具と金具がぶつかり合って、で、本当に密閉されたみたいにガチャッと閉まるんですよ。そういう音なんですよ、これ。ほら。わかります？ほら、このセル音でわかる。わかる人はわかる。完全に空冷ポルシェ。アイドリングポルシェ。ほら、ギルギル、ブーってこの重低音響かせるね。という感じなんですよ。これ完全ポルシェですから、はい、分かっていただけましたか。うん、そうなんでね、ちょっと秋代さんの方にはね、もし本当にまあ選挙に受かりたくて、まあ、現段階では僕秋代さんはの言ってるこの経歴は嘘だと思ってるんですけど、でも一応まだ本人に聞いてみないと分かんない部分もあるんだけど、もしこれがその選挙に受かるためについた嘘とかね、そうなってくるとやっぱり何らかの問題になるかもしれないっていうね。秋代先生来ないかな。そうそうそう、秋代先生ね、来てほしいんだけどね。秋代が口で言ってる説はない、ないですね、あれは。うん、運転してる動画もありましたんで。うん。そういうことですよ。以上ですね。ちなみに、秋代先輩のブレイクダンスは本物？ああ、そうね。秋代さんは、そうそうそう。ブレイクダンスっていうよりあれロボットダンスだよね、あれ。うん。X やってないの、秋代。あ、秋代さんは X はやってなくて、インスタと、Facebook かな。やってますね。うん。アーカイブに残さないっていうか、これは普通に、動画だから。前に上がったとき、副町長になれるかもって言ってなかった。あ、そんなこと言ってました、秋代さん。うん。ちょっと覚えてないですけど。まあ本当ね、秋代さん、早く来てもらって説明してほしいんだけどな。秋代さんやってる？何を？ここに上がったことあるんだって、だって3日4日前に来てたじゃないですか。そんなに存在感なかったですか。あ、ツイッターとインスタやってるんだ、秋代さん。なるほどね。この前来てましたよ、秋代さんって。顔もあのカメラにオンにして、911は
分からんけど、イグニッションの時にパンって電子音鳴るよ。まあ、鳴るよ、ポルシェって。高橋さん、ポルシェ乗ったことないのよ。何言ってんの？ポルシェ買う前に入れろよ。あれはポリシーがあって入れてないだけだから、秋尾さんは。うん。ポルシェ買えるなら選挙に金かけたら受かるんじゃね？あー、まあ、うん。そうね。空冷のポルシェだから、多分、秋尾さんの空冷のポルシェ、今高くなってるから、2000万ぐらいはしてると思うんだよね。うん。日本人が踊るとブレイコーダンスなのは知ってましたけど、Facebook の経歴がすごすぎる？あ、Facebook にもなんかいろいろ書いてあるんだ。あのね、なんだかんだお金持ちだと思うよ、秋尾さん。絶対に。だって、北沢一族だけで、ほんと推定資産300億ぐらいあるから、まあそれがおじいちゃんだったとしても、秋尾さん、そのお孫さんだから、まあ少なくとも順当に行けばさ、まあ100億近く入ってもおかしくないから、秋尾さんに。だからあれはわざと、まあ秋尾さんって実はすごいみすぼらしい格好してる人なんですけど、わざとああいう格好やってんじゃねえかななんて思うぐらいなんですよね。貧乏なわけないもん、北沢一族の御曹司が。2000万もしますね、空冷。うん。もう昔のそういうスポーツカーっていうのも今全部値段上がってますから。そうそう、北沢美術館とか、まあこれも前話したと思うんだけど、本当にその北秋夫さんのおじいちゃんが個人的に集めてたコレクションをみんなに見せびらかすために美術館を建てちゃったんですから。だからなんか違うんですよね、レベルが。秋夫さんは。マジで。うん、結構、秋代さんのことをね、小馬鹿にするような感じの人多いんだけど、本物の御曹司だし、まあ最初に説明した通り、ね、地元の、まあ、秋代さんはまあ東京生まれ、東京育ちだけど、もう、坊ちゃんって言われる生活が嫌だったらしいですから、うん。あ、そうね、キアヌ・リーブスみたいなもんで。あ、でもキアヌ・リーブスは、自分の収入なんか寄付とかしてるらしいけど、秋代さんはそこまではしてないと思うね。うん、前沢っち鋭い、税金対策なのかわからないけど、まあでも、秋代さん、だから、結局さ、そういうとこに育ちが出るんですよね。やっぱりその、お金持ってなくて、お金を持つようになってなると、やっぱこういわゆるその成金じゃないけど、そんなお金にさ見せびらかすというかさ、そんな感じになるけど、もうそういうのが当たり前の環境で生きてきた秋代さんにとっては、まあ、お金なんてものはなんかそんなに、なんだろうな、お金に執着しないっていうのかね、うん、お金があったから何なのみたいな、そんな感じなんですよね。うん、主査ってただの担当という意味だが、意味不明だな。あー、トップ主査ね。あ、代々東大法、あ、そう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 。うん。なんか親戚とかもすごいんだよ、こういう関係も。うん。まあ、いずれにしても、その、法務団体をやってるとか、政治団体やってるってね。これか。今まで自分が言ってきたもの、こういったものも本当かどうかっていうのはね、ちょっと確認したいんですよね。そういう組織が本当に存在したのか、今もしてるのか。直近の、例えばね、湯河原町議会選挙に出た時も、法務団体代表って書いてあるから、その法務団体は本当に存在するかどうかっていうのをね、確認したいですよね。そう、警視総監を2人出してる家柄ね。うん。そうなんですよ。財閥だよ。
だからトヨタ自動車と一緒だから、秋夫さん、大王製紙の井川がライバル。ああ、だからそのレベルだよ、もう秋夫さんって。なんなら大王製紙、大王製紙より上かもしれないね、今は。なんでそんな金持ちなのに歯入れないんだ。だからそういう次元に生きてないんですよ、秋夫さんは。だから、やっぱり、その、我々庶民がいくら想像したって、そんな、北沢財閥のお坊ちゃんとして生まれた秋夫さんの気持ちなんて絶対わかりっこないから。経験したことないんだから。想像でしかないんだよ。だからもう、なんとも言えないんですよね、秋夫さんのことは。バルブ屋なのに一族は理系じゃない。いや、理系もいると思いますよ。Facebook 見てきちゃった。確か皇居の近くにも住んでた。あの、青山ですね。いや、過度なコメントいいよ、別に。ホームでなくてホームでない、まあとりあえず秋夫さん、もし本当にさっきのインタビューもそうだし、こういう経歴で、まあ、嘘ついちゃったものはしょうがない、もし本当に嘘だったらね、嘘ついちゃったものはしょうがないから、素直に、まあ、やっぱ謝罪っていうか詫び入れるべきだよね。入れ歯アレルギーね。やっぱさ、そうね。そう。それはあるかもしれないね。金属アレルギーみたいな。チーマーですね。秋夫さんは。そう。秋夫さんは元ポックリズとか、ウォーリアーズっていうチーマー文化の、元祖みたいなチームの。そういうことなんですよ。でこういう時に限ってね、秋夫さん来ないんですよね。でも、この秋夫さん、北沢バルブ、改めて見ると、まあ、すごい会社ですよ。さっきお坊ちゃまくんの王子と小敷の会を見てたけど、王子も小敷も、紙一重だと思いました。そうなの？三井、三菱、住友、北沢って日本の四大財閥として学校で習った。いや、ほんとね、三大財閥とか言うけど、それぐらいのレベルだよ。売り上げ、だって、しかもこれ2017年のデータだから、多分今売り上げで言ったら、1000億超えてんじゃないかな、このキッズっていう会社。ちなみに本社も、1年か2年ぐらい前に千葉から、なんか汐留のめちゃくちゃいいとこに、あるんですよ、本社が。だから成長してる会社ですよね。ゴンザレスのチャイさん登場のコメ欄でコメントしまくってた。確か大関さん初回、初登場会で、秋夫さんが大関さん呼んできたみたいな。ああ、そうですね。そうそうそう。秋夫さんが、そう、大関さんを呼んできてくれた。確かに。つなげてくれたんですね。すごいよ、だから。本当に。秋夫さんね。だからどっちかっていうと今、だから秋夫さんはもう本当雲の上のみたいな存在なんですよ。雲の上の人の存在なんだけど、こう地上に舞い降りてきてくれたっていう。仮の姿、まあだからそういう次元だから、秋夫さんは。マジで。だってこんな、例えばそんな、昔でいう一部上場会社の御曹司と知り合いもできないじゃないですか、普通。だからもう本当すごいよ、秋夫さんは。
レースやってた時はアパレルもあった。あのね、アパレルもある。アパレルもあるし、ホテル事業もやってるし、いろんな、あと海外にも会社あるから、グループで行ったらもうすごいありますよ。うん。数日前のジブオジ？ジブオジって何？ちょっとわかんないけど。やはり一番すごいのはインドネシア海軍特殊潜水部隊教官ね。そう、そこも、まあ、結構その、さすがにね、その辺になってくると確かめようがないから、あれだけど、少なくとも、この日本洞窟協会とか、南京大学ぐらいだったら、まあ、調べられるし、まずはちょっと本人の口からね、聞きたいね。名字同じだけど、片や宇宙人？何のこと？北沢美術館は別にもう行くことはないですね。一回行けば十分なんで。なんかここでやっぱり、秋代さんが来てくれねえと盛り上がらねえな。なんでこういう時にだけ、誰かちょっと秋代さんと連絡取れる方いないですかね。あの人なんだかんで、なんだかんでで忙しいんですよ。インスタの連絡先知ってるんで、連絡しても、例えば、1ヶ月返事がないとか、暇そうに見えて意外と秋代さんってなんだかんだ忙しいんですよね。そう、まあ、基本的には取材活動とかやってんのかな。それで忙しいんだと思いますけどね。自由人、本当そう、どこで何やってるか分かんないですよね。あんまり家にいないのかな、あの人。よく分かんないけど、あの、22時に寝ますとかさ、そんなんいらねえから。本当に。北沢美術館の昼の彼は8000円かかって落ち込みました。あ、行ったんすか？北沢美術館の昼の彼。8000円もするわけないし。この間はラッキーだった。いや、ラッキー、ラッキーって、っていうのも違うかな。値打ちこくのか、こいてんのかな、わかんねえけど。とりあえず間が悪いよね。来なくていい時に来るし、来てほしい時に、来てほしい時に来た試しが一回もないし、来なくていい時に勝手に来るっていうね。間が悪いよね、タイミングが。あ、天海さんね。そうそう、天海さんの家に、まあ、いることも多いね。間が悪い。バルブの方の主査とか社長とかしてたら今頃潰してるかもしれない。29票の後だから落ち込んでるとか。ああ、だからそこは、あ、書いてある通り、1回目の真鶴町議会選挙が78票。で、前回も27票、今回29票というように、大体これぐらいなんですよ。北沢明夫さんの地元の支持者が固定メンバーで固まってるっていう感じかな。ただ1回目から2回目にここまで得票が落ちるっていうのも、まあ、不思議な人ではあるんだけど。あ、北沢美術館定期的に行ってる？
キノコの形をしたアンドンを次回買おうと。ああ、北沢美術館で意外とね1000円ぐらいだし、まあまあ行きやすいっちゃ行きやすいし、あそこ立地がいいっすよね。湖のほとりにあってめちゃくちゃいい。うん、秋尾先生20票台が多い。そうね、多いね。うん、若くなってる。あ、写真がね。写真はこれ多分その時の自分っていうより過去の写真の中から適当に選んでるって感じだよね。うん、多分今の今回の選挙の写真が一番若い頃の自分なんじゃないかな、これ。うん、多分ね。秋尾来ねえな。何なんだよあいつ、喜んでくると思ってたら全然来ねえよ。困ったな。うん、あ、ちなみにめちゃくちゃ話変わるんですけど、まあ、ちょっと数の話になるんですけど、言うのに聞いたんすよ。カズが、愛知県警に刑事告訴して受理されたっていう話を1ヶ月ぐらい前に話したじゃないですか。で、あの後何か警察から連絡来ましたかみたいな連絡したら、来てないらしいですね、何も。うん。何にも音沙汰ないらしいですね。下の写真はまだ歯があるね。でしょ？そう、若い頃だよ。北沢美術館は諏訪湖のほとりで行きやすい場所。ああ、そうですね。うん。行きやすい。確かに。ああ、そうそうそう。そのね、16万のハーレー舞台。これも、もうほんと秋尾さん知ってる人だったら、ここは分かってる部分だけど、別にそういう存在、とかそういう立場とかじゃなくて、どっかの地、どっかのね、まあ、多分都心の方とか、まあ、地方から、そのツーリングに、たまたま真鶴とか、らへんの道の駅とかに、まあ、バイクが集まる場所があるんですよ。で、そこに集まったとこに、秋尾さんが、とことこ歩いていって、勝手に写真を撮ったり、動画を撮ったりしてるっていうだけであって、別にそこのグループとつながりがあるわけでも何でもないし、うん。あ、T2BKK さん、久しぶりっすね。何カレー8000円って。北沢美術館のカレーは1000円ぐらいで。そうそうそう、だから一人で行って、そっと合流して、なんか話しかけてる動画とかを勝手に撮ってやってるだけで、あの人は別にどっかのチームとかに所属してるわけでもなんでもないから、そうやって考えたら、あのインタビュー受けてる動画全部嘘だな。前澤さんが宇田警部隊に詰められた時も、秋尾さんが助けに上がってくれる。え、嘘？チャイさんとかが来た時？え、秋尾さん来ました？あの時。前澤っちは小山さんとか、無法松とか、秋尾先生いじるのがお上手。うん、いや別にいじってるつもりはないんですけどね。うん、本当に今日、秋尾さんの残念会というか、激励会を開こうと思って、本当にちょこっと調べたら、ああいう動画とかを発見したりとかして、そういえばそもそもこうやって言ってること本当なのかなって疑問に思ったところから、あれこれ結構経歴詐称してんじゃねえのって。結構、まあもちろんね、前から、秋尾さんが言ってることをね、まあ皆さんも同じように、話半分に聞いてた部分あるんだけど、でもちょっと調べただけで、名前も何も出てこないっていうのが何個かあったから、やっぱり嘘なんじゃねえかっていうね。あと何回選挙をチャレンジする気なんだろう。秋尾さんこそ過疎地の立候補すれば自動的に倒産できる町とか移住すれば。ああ、そうね。小山さんみたいにね。小山さんもなんかホテル暮らしやめたっぽいからね。さすがに続かなかったのかな。
小山さんなんだかんだ1ヶ月近くホテル暮らししてきたんですけど、なんか昨日かなんかの今日かな、今日なんか朝方ライブやっててアーカイブ見たら、なんかね普通の民家っぽいとこに住んでましたね。ちょっと古めの、だから、まあ、ちょっと手持ちの現金が、手持ちの現金にちょっと危機感を持ち始めたんじゃないですかね。あ、民家ですよね、あれ、絶対。あとね、ちょっとね、これもちょっと、ちょっとね、これ、アンクルさんが、かわいそうだから、ちょっと言っとくことが一つあるんですけど、たまに、最近はないんだけど、たまにその、まあ、アンクルさんがコメントとかを、削除とか、してね、それに対して、本当にごくごく一部の人が、アンクルさんに文句言ってるのを、まあ、ちょいちょい目にしてたことはあって、まあ、いよう思ってて、毎回でもね、ライブ始まると、忘れちゃってね、言いそびれてたことがあるんですけど、基本的にアンクルさんって、そういうコメント削除とか、定型文とかね、このライブでやってることって、自分の意思でやってないんで、アンクルさんに文句言うのは、ちょっとお門違いなんでね、そこをちょっと分かってほしいなっていう、アンクルさんのためにね。アンクルさんは、僕の指示に従ってやってるだけであって、自分の意思で何かをやってるわけじゃないんで、アンクルさんに文句言うのはちょっとお門違いってことをね、ちょっと言っときたいなっていうのが、今思い出したんで言っときますね。アンクルさんの意思じゃないけど、僕がこういうふうにやってほしいっていうこと、要望を伝えてやって、その通りにやってるだけであって、自分の意思はね、一切入ってないんで。そうそう、アンクルさんね、結構アンクルさんがなんでアンクルみたいな感じで言われてるのをちょいちょい目にしてて、ああ、じゃあ明日言おうと思っててね、ずっと忘れちゃうんだよね。やっと言えたわ。了解、あ、そう、了解してください。もうだから、ね、アンクルさんもそこでね、いや、言い訳したかったと思うんですよ。まあでもそういうところで言い訳しないところがいいよね。忘れちゃう。そうそう、本人も好きで削除してるわけじゃないんですよ。一定のこういう時はこうお願いしますっていうふうに、全部事細かく、ノート2冊分、全部写真撮って送って、細かく指示してるんですよ。で、それに従って、あと、それも定期的にテストして忘れてないか、90点以上取らなかった場合は補修とか、厳しいノルマを課しつつやってるんですよ。本当に裏では。定期的にね、テストみたいな、確認テストみたいなことやって、忘れてねえよなって、このルールをつって、やってるわけなんですよ。なんで、ちょっとさすがにね、それでアンクルさんが文句言われるのはちょっとかわいそうだなって。結構2、3ヶ月前から思ってたんですよ。言おうと思ってたんだけど、忘れちゃうんだよね。あ、イシペンさんありがとうございます。アンクルさん最高。そうなんですよ。だから、本当アンクルさん、このライブにおいて、アンクルさんってね、自分の意思とかはね、ほぼほぼ出してないから。マジで。アンクルさん毎日モデお疲れ様です。頑張ってください。いや、本当に。多分自分のさ、考えとかさ、気持ちもあるだろうけど、そこはグッと抑えてね、職務を全うしてるというか、だから、ほんとかわいそうだなと思ってね、やっと言えた。よかったよかった。いよと思ってたんだよ、もう結構前から。アンクルさん、分かってます。ああ、分かって、アミさんね、分かっていただけたら嬉しいね、本当に。結構、あと他に、アンクルさんがやってなくて、俺も、個人的に、なんだこの野郎と思ったやついるじゃないですか。もう、
基本的にアンクルさんがその削除とかしてるんですけど、もうアンクルさんがやったかのように押し付けて俺がやるってこともあるからだから全部今この説明をする前までね、アンクルさんが全部やってると思ったと思うんですよ皆さん。でも実はあのアンクルさんに押し付けて俺がやってたっていうのもあるからあ、昨日コンクミのところで代行サービス来てた？なんで近藤になびいてんだよあいつ、本当にどうしようもねえな。アンクルさんね、素晴らしい。そう、やっと言えた、それは嘘じゃない。うん、よくやってるよ本当に。で本当にアンクルさん、その毎回ね、定期的にどうだろう、月1回ぐらいあの再確認テストやって、赤点取ったの1回しかないからね、いつも常日頃やってくれてるから。うん、知ってる？そうそう、もうそうアングルさんね、お金払ってやってるからね、しかも、うん、すっぽんきょうのやつだよ。もうカレーの写真は送るな。ハーレーのこと聞けました。ああ、どう？聞いたら。おもにゃ。マナブル近辺で聞いたの。まあ、聞いたところで、あ、でも、そういううさんくさいやつは見たことあるっていう答えが返ってきてるのかな。うん。カレーの写真って何？あの優勢なんとかさ、あ、誰だよって、あ、認知もされてないんだ。あ、なるほどね、うん、まあそんなもんですよ明夫さんは、うん、いやー参ったな、ちょっと明夫は苦しいな。昨日もなんだかんだ数で苦しかったし、秋尾先生ショック？何がショック？うん、はあ、なんかまた結ヶ岳に戻ろうかな。本当に有名な方で雑誌にも出てる人から聞いたんで間違いない。うん。でもそのハーレーの、また、あの、そうね、いっぱいあるからね、ハーレーのそういうツーリングのチームみたいな。新聞配達の同僚にも変人扱いされてた。ああ、そうね。西山だっけ？突されてね。なんかまあ、うん。ああ、そう、うん、そうね。でも、秋夫さんって意外と力あるからね。あの、関東連合の西山に腕相撲買ってるし。いつか当選するといいね。うん。まあ、無理でしょうね。うん。その、常日頃、あの、楽ちんさんみたいに、選挙活動してるわけでもなく、とりあえずそういう選挙の時だけとりあえず立候補してちょこちょこって活動するぐらいじゃね、やっぱ広がらないですよね。ハーレーグループの統括だと信じてたのに、なんか、うん、あなたあれですよね、あの秋夫さん好きな方ですよね、世界の不可思議。無理だね、うん、ちなみに最下位北沢明夫さんで、このその上がね、後藤輝樹っていう、この名前聞いたことある人いると思うんだけど、このなんだろうな、あの後藤輝樹ってちょっと有名な人なんですよ。
なんか変な政見放送するみたいな人で。うん。そう、後藤輝樹。どんな人かちょっと忘れちゃったけど、なんか政見放送で変なことやって目立ったやつだよね、これ確か。うん。まあね。まあちなみに、この湯河原で当確500票がね、当選ラインだから、まあ厳しいよね。支持者、支持団体みたいなのがいないと。あ、後藤輝樹って政見放送でおむつ履いてた人なんだ。へえ。なるほどね。いやー、参ったなー。本当に。俺今日絶対秋代さんのね、この話題したらさ、絶対食いついてくると思ってやってたんだけど、あいつマジで来ねえな。ふざけてんな。もう二度とやんねえわ、秋代特集なんて。あ、政見放送でプロポーズしてた人なの？後藤輝樹。なんか後藤輝樹っていう名前は聞いたことあるんだよね。ゆいがストナーターちゃんのアカウントで売人活動をしてたんだろう。ああ、ストナー、それも有名ですよね、ゆいが。うん、マジでちょっと、ゆいがしかに戻ろうかな。ほんとねえわ、ネタが。やばいな。前はね、そう。あの、秋代の話題すりゃもう、のこのこと出てきたのに。食いつかねえな、あの野郎。残念会やってるんじゃない？いや、残念会 やってくれる人もいないよ、あんなやつ。そうそう、せっかく俺がこうやって特集してんのにさ。コンクミが匂う？何が匂う？あ、プッシャーやってたのかっていうか、有名だよ、このストナーターちゃんっていう X のアカウントで。そんなようなことやってたみたいな。それ別に結構、この結賀事件が起きてから有名な話。うん。売人グループ逮捕と、結賀の行動と辻褄合うっていう動画出てた。もうそれこじつけでしょ、もう。噂じゃなくて本当、そうそう。で、ストナーターちゃんの、その X のアカウントは、なんか誰かに渡したらしいよね。うん。それ今でも、確かにストナーターちゃんのアカウント今でも生きてるよ。でも、俺が見た時はもう2年ぐらい動いてないようなアカウントだったから、まあ、別に、ここを掘り下げてもしょうがないなっていう感じで、特にね、あの、気にも留めなかったところではありますね。うん。うん。まあ、結賀の部屋で配信するか。結賀事件から何かと広がってる？そうね。まあ、でも結賀の、結賀には随分助けられたな。本当に。ネタがマジでなかったから。うん、マジでない中さ、なんとかさ、まあ最近やめたけど、結局、3ヶ月近くさ、助けられたよ、ゆいがに。お金があれば当選できるのが、日の元の国の習わしなのだが、いいことではないけど。票を買うってことですか。そう、むさぶり尽くした。マジで。うん、よくやってきたよ。結賀事件で。会ったことも、関わったこともねえのにさ。俺ぐらいじゃない？他の配信者みんな、結賀と絡みあるんだから。うん、当然、ヘアバンド巻いてグラサンして配信してる。初期の結賀っすよね。うん、未解決事件考察は良かった？本当っすか？
あの来月ね、本当に岩手行くんで、まず第一弾で、楽しみにして、ちょっとね、結構踏み込んで取材してこようと思ってるんで、一応事件関係者ね、全部特定したんで、全部当たってきますんで。ね、ゆいが事件大賞受賞してもいいよね。本当に、そう思うよ。関係ねえもん、俺、全然。そもそも、ゆいが事件が起きてから、まあ、もともとゆいがは知ってたけど、その、ゆいがのことを調べ始めたぐらいだから、それでね、誰よりも長く食らいついてたんだから、大したもんだよ。で、ゆいが関連の動画だって、まあ、もう最近じゃゆいがの名前出したぐらいじゃ、誰も見てくれなくなったけど、もう結構最初の方なんてもう再生回数とかも1万とか超えてたしね。ここまでいろいろ調べて配信してるチャンネルねえ、ないよね。結構その、結局さ、やっぱゲストも呼べないし、関係もないからっていうことで、ねえ、まあできる範囲でね、いろんなこう目線とかさ、考えて。いや、よくやってきたよ。そう、よく調べて。あ、石ペンさん、ありがとうございます。石ペンさん、本当にいつもありがとうございます。お茶代いただきます。石ペンさん、本当にありがとうございます。被害者の最後の元彼、被害者の最後の元彼のブログの特定はしてないけど、そこは必要なくないかなって思いますね。岩手の事件ですよね。そこは関係ないような気がする。押さえたのは、被害者と、同姓同名の子と、あと加害者と、あと Z。ここは押さえてますね。岩手事件ね、ガチで楽しみ。はい。期待してほしいですね。今の、いいですね。今のね、リポート届けられると思う。テレパネタ？小山さん？だって小山さん、だってホテル暮らしやめて、どっかの民家にいるっていうぐらいで、特にニュースなくないですか？ Z 氏の顔と、顔っていうか昔の顔も特定してますよ。てかネットに載ってますよ。なんだ、家族写真かなんかの。どっか町の地方紙の、地方で頑張る、なんとか屋さんみたいな感じで、家族全員で載ってる写真ありますよ。新恋は夜の実況配信。あーね。ゆいがの家に、アパートに行ったところですよね。あれも面白かったな。載ってます、載ってます。地元の、海南版みたいな、地元限定のあるじゃないですか、ニュースペーパーみたいなやつ。やっと岩手は春めいてきました。あ、本当ですか。混浴レポートよろしく。デペさんは混浴には向かないかなと。あ、混浴もね、まあわかんない。そこはね、どの程度収穫があるかによりますよね。行ってみて、やっぱり、せっかく行くんだから、それなりの成果を持ち帰りたいと思ってるから、少なくともそれが得られるまではね、やろうと思ってますからね。ヤストさんって前沢っての大好物だと思った。あ、ヤストね。ヤストなんか、ぶなぐってなんか事件になってるんですよね。もう、でもヤストとかって別に、取り上げるほどでもないなっていう、存在じゃないですか。わかんない。ヤストに興味ある人いるのかな？全然興味ないけどね。小山さん関連の話で。ヤストなんて。この小原の横顔の写真、逮捕された時のやつ。あー、かも、あー、この件、そうね。この事件の前に多分逮捕歴があって、その時に撮られたやつじゃないですかね、これ。こんな写真撮らないですもんね、普通。前澤優雅がどうなった？もう優雅は、もう、やり尽くして、あれですね、
やることがなくなっちゃって、ほんと1週間ぐらい前にもう辞める宣言してね、うん、もう今誰もなんか唯我ではね、やることがないっていうのもあるし、第一にね、まあ、あと第二に、まあ、もう唯我にそもそも皆さんの関心がかなり薄れてきたっていうのが感じるから、え、訴訟記録閲覧できました？マジっすか？ネットで？あ、俺に聞いてるんですか？俺だ、だったら俺じゃないですよ。まあ、閲覧できてないですよ。テレパ自体もう終わってますね。どうなんだろう。まあ、ホテル暮らしができない状況ってことですよね。だって小山さん、この1ヶ月ホテル代とかもろもろで、どうだろう。5、60万はもうなくなっちゃったんじゃないかな。あ、聞いてるのね。あ、閲覧できてないですね。そこはやっぱり、民事訴訟、判例とかじゃないから、そこの裁判所に行かないと見れないですね。こうなったら、相内あいらに絡みに行こうよ。相内あいらって、誰だっけ？なんか、おばさんでギャルメイクしてる人だっけ？確か。なんか、ま、外録か、なんだっけ、なんか、ギャラくれるならインタビュー受けるよとか言ってたやつじゃない、あれ。違ったっけ？別人かもしれない。小原事件楽しみだ。うん。ノーカットで、撮ってきますよ。ヤストがどんどん金出すんだろう、もう300とか出してんじゃない。ああ、そうなんだ。あの人お金あるんだ。すごいね。なんかお金あるように見えないけどね、あの人。すごいね、300万とか。もう出してないと思ったけど。平日代わりに行ってくれるんじゃなかった。そうそう、あの、デペさんが、にお願いしたんですよ、直接。ちょっとこれ行ってもらえませんかって、実はね。お願いしたら、ああ、じゃあ行けるときに行きますねっていう返事もらってたんですよ。で、昨日上がってきて、デペさんが、その時に分かったんですけど、まず頼んだことはやってなくて、頼んでないことをやってましたね。あの、ルートを辿ったとか、40分かかったとか、昨日すげえ教えてくれたんです。まあ、それはありがたかったんですけど、ただそれ別に頼んでないし、やってほしいことやってくれてはないですね。宮古市の最東端の、行きます行きます。なんだっけな。あ、もうそれ、あのね、プリンプリンさんね、結構ね、俺が考えてることをね、言っちゃうからね。行きますよ。なんだっけな。そこに、うのす断崖って言うんですけど、そこにね、うのす断崖の近くに俺調べてたら、潮吹き穴っていうのがあるんですよ。潮吹き穴って言って、うのす断崖の下の方に行くと、この断崖絶壁で、一箇所潮吹き穴っていう、なんか、ちっちゃい穴が開いてて、クジラの噴水みたいにそこから潮がシューって吹くところがあったんですよ。でその動画をさ、ちょっと個別に撮って、あ、ともにゃんだって、その動画あげようと思ってたのに、台無しになっちゃったわ。岩手の住民はそんなもんね、マイペースですよね、デペさんは。ネーミングやばいんですよ。そう。潮吹き穴だよ。多分、昔に名付けられた名前だから、本当に他意はなくそういうふうに、名付けられたんだろうけど、本当に潮が吹く穴って書いて、潮吹き穴。そう、あ、そうそうそう、と思うね。その字、その字。潮吹き穴って言って、本当ね、あの、クジラみたいに、もう本当に連続的にシューシューってずっとそこから、穴からね、潮吹いてるんですよ。そうそう、クジラみたいに。それ撮ろうと思ってたんですよね。まんま。本当に
300万取りに、ああ、だから今回、この岩手で、岩手のね、この事件で岩手に行くんですけど、来月も。期待、あ、したくしてください。この犯人を見つけにとか、っていうのは、じゃないですからね、目的は。それ浴びたい。天然、いいね、天然秘宝館だよ、これ。なんだったらそこに、ウォシュレットみたいに使えるかもしれないしね。今回、その岩手に行くのは、その、犯人を見つけにとかじゃなくて、真相解明っていうより、どっちかっていうと、被害者、加害者たちが、の人たちが、まあ、当時どういう思いだったとか、今何を思うかとかね。そういったところを、ちょっと今、そういうのってやっぱ今、あんまり世の中にも出てないし、そういう、ヒューマンドラマっていう言葉しか知らないから、ヒューマンドラマって言いますけど、そういうヒューマンドラマにスポットを当てたいと思ってますね。犯人見つけるのはやっぱさすがに無理ですよ。リアス式海岸なので潮吹き穴は何箇所か、あ、あるんだ。村営住宅にまだ小原一家はいるのか。今もいるのかな、わかんないけど、とりあえず行きますね。まあやっぱり行ってみないことにはね、AV ダイヌさんこんばんは、わかんないことってあると思うから。で、あまりに行ってみて、例えば、もう本当に手がかりもなくなっちゃってて、もうダメだって思ったら、もう急遽婚約企画に切り替えるっていう、そういうのも考えてますんで。そんな危なそうなところ行くのか、背後に気をつけろよ。まあでもその宇野洲海岸とか潮吹き穴とかって結構観光スポットみたいな感じだから危ないとかはないと思うんですけど、豊さんこんばんは。そう、もうだから本当にとりあえず行った初日に、まあある程度その自分の中でこういう順番に行こうとか決めてるルートとかねあるんだけど、そこで手応えとか、あ、ちょっともうさすがに16年経ってもう全部引っ越しちゃってたりとか、何の手がかりもつかめないってやったら、もう割と早い段階でもう混浴温泉企画に切り替えますね。そう、もう混浴企画はね、もう前ファンチャンネルの、まあ、1回しか当たってないけど、もうキラー人気コンテンツだから、時代の経過とともに関係者の心境の変化とかをインタビューしたい。そうそうそうですね。そう。まさにそうですよ。まあ、そうね。結構やっぱこういう事件とかって、加害者にスポットって、まあ当たりがちじゃないですか。でも被害者の方ってもとんでもないさ、こう、思いを抱えてさ、生きていかなきゃいけない状況だったわけじゃないですか。それを考えるとね、すごいね、どんな気持ちで過ごしてきたのかなとか、時間が経って思いの変化があるのかなとか、そういうところにすごい興味ありますね。千葉警部補にインタビューはしないですね。この事件に異様な興味を示すデペさんを調べなくていい？デペさんは別に調べる必要なくないですか？長野の混浴の熟女は綺麗だったね。あーね、未だにね、あれ仕込みなんて言われるけど、本当に偶然会ったとこなんですよ。会った人なんですよ。今回もね、そういう、ね、ハプニングというか、一応そういうね、今回の取材が失敗した時用に、で、岩手って意外と混浴って結構あるんですよ。なんでね、そういうルート計算も効率よく回れるように。あと、前も言ったけど、その日帰り入浴だと、入浴できる時間って結構限られてるんで、効率よくね、行って、こう、パッとこう、例えば A の地点の混浴、A と、じゃあこの日は A と B と C の混浴行こうって決めるじゃないですか。
で、そこをぐるぐる回るわけなんですよ。こう通り、あ、ちょっと駐車場に車止まってるな。あ、止まってないから、よし、じゃあ B 行こうって。そういう感じで周遊するわけなんですよ。プロのワニは。その後のドキュメンタリーいいっすよね。うん。そういうのね、撮りたいっすね。なんも、だってあれね、60ぐらいのばあさんだよ。あるわけないよ。前出しチャンネル、前澤チャンネルですかね。ありがとうございます。岩手17歳女性殺害事件の関連書籍は発売されてない。注目である事件は書籍で、あー。そうですね。関連書籍か。まあ、黒木さんが出してるぐらいですよね。あと、今回のこの岩手17歳女性殺害事件は、加害者が、まあ、逃げちゃってるから、そういう手記的なものもね、出てこないですよね。いや、参ったな。こんなにも。懸賞金の額の割に何もない。情報がってことですか？っていうか、この事件も、このデペさんに言われるまで、まあ、この顔は知ってたけど、そんなに興味ある事件じゃなかったですからね。調べて、ああ、そういう冤罪の疑いがかけら、冤罪を主張する人もいるような事件なんだっていうのを知ったぐらいで、普通にただ人殺して逃げてるやつぐらいの認識しかなかったですからね、これは。今の60代はまだまだ綺麗。まあまあ綺麗な人いますよね。でも僕が婚約で会った人は、全然綺麗とかそんな人じゃないですね。本当にただのおばあちゃん。また、あ、そうそう。これ言ってなかったな。あー、千代亀さんありがとうございます。千代亀さん、いつも本当にありがとうございます。こんばんは。よろしくお願いします。あのね、そうそうそう。これ言ってなかったな。前回の婚約動画僕撮ったじゃないですか。あれって、もちろん、出せる動画を出してるだけであって、俺はおばあちゃんの映っちゃいけないものが映ってる動画とか持ってますから。そうそう、それな、思い出した。あれは、見えてないところをアップしてるだけだから、見えちゃってるから、ほぼほぼノーガードのおばあちゃんだったから、もうあんなとことかね、全部見えてたから。なんなら一緒に湯船とかも入ってたからね。当時は週刊誌で取り上げてたみたい。業務代、これ近藤のとこに来てたの。これこいつ業務代行って。偽物でしょこれ。本物？あ、本物もクソもねえか。これが近藤のとこに来てた業務代行？なんで消してんだよ。さっきのやつ？いや、コメント削除できないでしょ。本物だったらおじいちゃんだから。そんな操作できないから。40代に見えたけど60、そうそう、60代。もう、シワシワのおばあちゃん。あ、洗い屋1個？いや、洗い屋1個はしてないけど、なんかそのおばあちゃんが、ちょっと、洗いましょうかって言ってきたから、ちょ、頼むよって言って、なんか、俺は洗われてたけどね。向こうがそうやって言ってきたから。で、だから、でも、で、頼んだら、なんか、小刻みに震える、タオル、温泉はタオルで洗う、タオルでね、体を洗うと、成分が弾けるから、素手で洗いますね、つって、素手で洗われてたから、俺。
あ、2024年3月15日登録。いや、ほんと。あ、新しく作った。あ、じゃあ、ほんとの名探偵、探偵カズかもしれないね。とんでも、そう。だからなんかタオルじゃなくて手で洗った方がいいよって言って、こう、泡立てたりもせずに、ほんとに撫でるように。そう。俺もあんまり記憶にないけど、なんか、すげえ下半身だけ妙に念入りに洗う人だなぁなんて思ってたけどね。うん。念入りに、本物？じゃ、本物だったらもういい加減洗ってこいよ、だったら。本当に。うん。念入りになんか人差し指と、でなんかオッケーみたいなマーク作るわけなんですよ。なんかそれを作ってからあとは覚えてないけど、それをなんか動かしてたね、なんかわかんないけど、なんかわっ、うん、そう、輪っか作って、輪っかが、その輪っかも人差し指と親指で1個だけじゃなくて、それが2個になったり3個になったり、変幻自由自在になんかいろいろ変えてたよ。うん。でも俺、こう目を閉じてたからさ、されるかも。まあ、岩手の混浴でどうなるかわかんないけど。いや、たまらんね、たまらんねっていうか、まあでも、おばあちゃんだからね。うん、そういう気持ちじゃないからさ、さすがに。うん。でも、すっげえ念入りに現れたな。もう前も後ろも。なんか後ろも結構念入りに現れたな。そういえば思い出してきたけど。なんか洗い方が変だったんだよね。そうそう、混浴では、そう、当たりを引けるかが勝負なんですよ。混浴動画保持あたりでコメント。前澤さんをかましたつもりなんですかね。え？どういうことですか？うん。もうほんとね、混浴、もう、てかもう、混浴一本でいこうかな。うん、洗い方が、なんかね、変だったね。なんかフェザータッチっていうのが、なんか触れるか触れないかのように、ガシッと洗ったと思ったら、ふわふわってこう、触れるか触れないかのようなフェザータッチで洗ってきたりとか。うん。あー、来た来た！秋尾さん、待ってましたよ。やっと来た。上がってください、秋尾さん。あなたに質問があります、秋尾さん。あなたに、経歴詐称疑惑が今上がっております。遅いね。まあささっと聞くよ、秋尾さん、上がってくださいよ。あ、呼ばれた。あ、じゃあ上がってください、とりあえず早く。あ、じゃあちょっとまとめますね。もう簡潔に、南京大学卒業は本当なのか、日本洞窟学会の理事長は本当か、インドネシア海軍の潜水部隊の講師は本当か、以上3つ。これに対してアンサー、一旦聞きますんで。お願いしますよ、秋尾さん、早く。上がってもらえますか？まだっすか？本当？いや、じゃあ、秋尾さん、まあ、いや、上がれないならいいんで、さっきは言うけど、あの、洞窟、日本洞窟協会ね、まず、秋尾さんが言ってた、理事っていう制度ないから、会長ね。
と待って、これ電充電やばいな。これ聞こえます？秋代さん、あの日本洞窟協会に理事という制度ないですよ。いや、残り時間とかいいから上がってきて、秋代さん。あ、聞こえます、OK です。秋代さん、上がれるか上がれないか、どっち？で、あと、あの、南京大学卒業って言ってたんですけど、一応俺南京大学にメールで問い合わせしときましたんで、秋代さん。これです。あの、卒業名簿に、秋代さん載ってなかったら嘘ってことになりますよ。いいですか、秋代さん。それ、あの、これがもし本当に、俺、あの、明日、洞窟協会にも問い合わせして、聞きますよ。大丈夫ですか？秋代さん？これね、秋代さんが上がってくるの遅いのは、電波拾いに行ってるんですよ、これ。いつも。近くのコンビニに行って。だからいつも上がるのに5分、10分かかるんですよ。自宅に電波がないんですよね。あの、Wi-Fi モデルのスマホ使ってるから、残り時間は何の？いや、残り時間ってどういうこと？残り時間関係なし、ないから上がってきてよ、上がれるなら。やってると、何が？どういうこと？時間関係ないから、秋代さん。全然いいから上がってきてよ。うん、あ、ゆりこさん、こんばんは。やってる。だから、どっちまず上がるか上がらないか。あきおさんの口から聞きたいから、そのコメントじゃなくて。そう、電波っていうか、電波がないんですよ、あきおさん。持ってないから、上がろうとしたりすると、あの、コンビニの Wi-Fi 借りに行かなきゃいけないから、時間かかるんですよ、移動で。秋代さん、上がれないの？動画アップ完了？ごめん、いいそんなのは。タイトルに惹かれてきました、こんばんは。ああ、こんばんは。今ね、秋代さんの経歴詐称疑惑が3つあって、こちらですね。あ、来た。あ、秋代さん待ってましたよ。秋代さん。あ、よ、上がってんの？はい。上がってんの？
はい、上がってますよ。いや、結構前に連絡あったんだけどさ、はい、1時間前だなっていうのは、ええ、うん、ひとまず選挙お疲れ様でした。そう、誰か誰だとか電話来てさ、はい、うん、前澤くんのから上がってくれって話で、はいはいはい、よかった、うん、で、秋代さん、まず選挙お疲れさ、お疲れ様っていうのと、うん、秋代さんね、うん、まあ今回で選挙3回目じゃないですか。あ、そうだね、実際で。で、その過去の秋代さんの自己紹介のプロフィールとか見てて、俺がちょっと疑問に思ったことあったんですよ。過去も今回も同じことを大体、あ、プラスアルファでさ、スタンフォードとかも入れといたかな、今回は。まあそれもあるし、なんかホーム団体とか、なんかいろいろ。UC バークリーも入れといたかね。うん。うん、で、その辺、その辺の中で。UC バークリーの話はしてなかったからね。あ、でもしてたよね。うん、まあその辺の中で、今回、今日は、秋代さんに聞きたいのは、まず南京大学卒業っていうのは、これ本当なんですか？本当だよ。何年卒業ですか？ついこの間同級生来たよ。だから何年卒業なんですか、秋代さんは？中3とかそんなもんじゃなかったかな。中 3?93 年とか。秋代さんが中学3年生の時？バカ？ん？93年とかだったね。ああ、93年ね。うん。で、ちょうどね、今、南京大学に秋代さんの名前が、卒業者名簿にあるかどうか問い合わせてるんですよ。ああ、ありがとう。はい。あるんですよね、93年じゃ。間違いないですか？それで？うん、それと、あれ？あと、日本洞窟学会あるじゃないですか。うんうん。それで、秋代さんって、理事長を15、え？ダイビングもできねえさ、出せる洞窟学会だろ？知ってるよ。で、そこであなた15年ね、理事長やってたって言ってるじゃないですか。日本洞窟学会なんて潜れないところでやるわけねえだろ。いや、自分で言ってたじゃないですか。あのな、世界の洞窟学会に決まってんだろ。そんなちっちゃい洞窟学会にいてもしょうがねえだろ。な。秋代さん、自分で言ってたんですよ。自分で言ってたんですよ、それ。日本洞窟学会に、在籍はしたことあるよ。うん。多分2、3年ぐらい。え、マジで自分で自分をめくるスタイルだよ、これ。いたな。秋代さん、自分で選挙の前にインタビュー受けてるじゃないですか。選挙の目の前にインタビューってどこのやつ？わかんないけど、女の人かな。今回。はい？今回、選挙の前にインタビューなんか受けてなかったと思うぞ。これ見てください、じゃあ、これ。これ見てください。自己紹介をお願いします。どれ？始めます。北沢明夫と申します。あ、一般的には YouTube のそれはね、選挙中だな。と僕が出てくるような人間で、で、そう、この中で明夫さんは日本洞窟学会の理事長を15年やってるって自分で言ってるんですよ。それ日本じゃないぞ、日本じゃ。で、自分で、いや、秋代さんは日本洞窟学会って自分の口で言ってますよ。じゃあ、言い間違いだろ。じゃあ、秋代さんは、世界洞窟学会。間違いだな。洞窟学会の日本理事長とは言っただろうけどな。うん、え？洞窟学、さ、
バックミュージックうるさいよ。あ、じゃあ消しますね。もうちょっとちっちゃくすればいいよ。はいはい、ちょっと待ってください。はい。あ、ありがとう、ありがとう。うん。洞窟学会の日本理事長であって、うん。ね、そんな、うん、ちっちゃい日本洞窟学会で、ね、ダイビングすらできない洞窟学会、ダイビングセクションもないような洞窟学会の理事長なんかはしません。で、どこの洞窟学会の理事長を15年やってたんですか？やってたんじゃなくて、今も現役です。で、どこの洞窟学会ですか、それは。アメリカ。アメリカのなんていう洞窟学会ですか？うん。アメリカの名前教えてください。俺、問い合わせるんで。うん、NSS、うん、前から言ってないそれって、同じこと繰り返し。いや、聞いてないですね。え、聞いてないです、聞いてないですね。正式名称、前の選挙の時もその前の選挙の時も同じようなことしさ、俺聞かれたよね、前澤君に。いや、正式名称は聞いたことないですよ。NSS CDS だよ。と NSCD だよ。NSCD、ちょっとアンクソさん、ちょっと巻き戻していく。わかりやすいのがさ、ナショナルアソシエーションケーブダイビングだよ。え？ナショナルアソシエーションケーブダイビングだよって。日本っぽく言ったんだけどさ、聞こえる？ちょっとお聞き取れないですね。ナショナルアソシエーションオブケーブダイビングだっつってんの。ああ、今アンクラが言ったわ。このアメリカド、これね、NSS ね。これ、それもそうだけど、もともとのメインは、うん、ナショナルアソシエーションオブケーブダイビング。NACD、うん、うん、そこの理事長を15年。そうだよ、もう15年ぐらいしかやってねえか。うん、そんなもんか。あ、ちょうど15年。あ、もうちょっとやってんな。うん、20年はやってないけど、そうね、もう少しで20年ぐらいじゃない。うん、で、ここのホームページ見れば、秋代さんの名前が載ってるんですね。まあ、俺、永久会員だからな。載ってるよ。アンクルさん、調べて今。ああ。今、ちょうどね、秋代さん。載ってるかわかんないけど、うん、載ってるね。はいはい、うん。でも、秋代さんね、あのインタビューでは、日本洞窟学会の理事長を15年やってるって自分ではっきり言ってますから。洞窟学会の日本理事長。違う、そんな風には言ってないんですよ。あの動画では日本洞窟学会の理事長を15年やってたって言ってます。いや、言い間違えたんだろ。なるほどね。じゃあ今、秋代さんが言ったアメリカの方、今確認中なんで、ちょっと待ってください。さ、日本洞窟学会には、はい、多分2000年前後に、ね、うん、メンバーにはなってるけどね、何年か前にさ、あのタイのさ、子供が洞窟の中でっていう事故あったよね。はい、覚えてるかな。あ、うん、そう、あのタイのサッカー部はみんなで洞窟遊び行ったらさ、そこでさ、水かさが増しちゃって帰ってこれなくなって事故って、うん、それでっていうのあったよね。うん、ああ、あったあったあった。あ、1968年設立ね。あ、うん、うん。それで、その時の、うん。あれ、うん。まあ、もう、実際に助けた、ちょっとここに秋代さんの名前あるか確認するんだけど、うん。
ああ、染め、あ、染め屋さん、後藤さんね。うん、だから、後藤悟くんにも、散々さ、ね、うん、お前さ、技術部長やってんだったら、当時は技術部長やったんだけど、うん、うん、技術部長やってんだったら、ね、ちゃんとダイビングやって、毒潜水やれろと。うん、だから、洞窟学会の、うん、論文の中にも、うん、僕が、うん、やったやつ、検索、日本洞窟学会でもさ、で、北沢教で検索したら出てくるんだろう、なんか。俺の名前が。いや、日本、うん、日本洞窟学会で調べたら、秋夫さんの名前一個も出てこなかったですね。日本洞窟学会でスペースやって、北沢教でやると、うん、北沢教で、洞窟潜水とかなんかやると、うん、俺が、論文発表してるのが出てくるはずで。うん。2002、3年じゃないかな、多分。まあ、その論文が出るのは分かったけど、日本洞窟学会に。いや、出てきたよね。うん、出てきたよね。俺調べてない。それはね、調べてない。なんだよ、調べてくれよ、もう。じゃあ、上がって今調べるよ。いや、出てきたんだ、出るんだけど、前にも俺も検索して出てきたんだけど、うん、その時にもね、うん、洞窟潜水についてに、日本の洞窟学会は、そういうことができるやつが一人もいなかったから、まともにね。うん。まともにできるのが一人もいなくて、ことも恥ずかしいごとに、秋吉台っていう洞窟があるよ。うん。うん、秋吉台でね、潜って、もう60年も前とか、そのぐらいから潜り出してたんだけど、ね、ちょこっと2泊3日でやってきたイギリスの、俺の後輩のやつがいるんだけど、TDI っていうさ、テクニカルダイビングの、まあ、テクニカルダイビングの、TDI の日本を、TDI を日本に持ってきたのが俺なんだけどね。テクニカルダイビングインターナショナルっていうね。うん、で、そこの時の後輩である、まあ、マーティン・ファーっていうのがいいんだな。あれが4人ぐらいでやってきて、ね、ちょっと2泊3日で楽しかったよって潜って写真撮って測量して、日本人が今まで先に行ったさらに先まで行ってやってきちゃったんだよな。うん、うん、まあそんなような世界でね、まあ俺の後輩なんだけど、うん、日本洞窟学会で秋夫さん検索したらヒットした？マジ？するよ。秋夫さん本物じゃないですか。だから本当だって。え、マジ？ちょっと待って、うん、うん、日本、ちょっと俺こう画面表示しますわ。ありがとう。うん、ちょっと待ってください。洞窟学会ね、うん、北沢清、北沢あ、講演会で、うん、ヒットはしたけど、ちょっと待って、これどこに名前が載ってるか見つけられないな、これ。あー、検索すればいいじゃん、名前検だから多分2002、3年じゃないかな、2000年かな、98年ぐらいから探して。あ、じゃあこれちょっと待って、遡りますね、下の方だな、これ。うん、あぶね、蓋がない。2000年ぐらいですよね。そう、岡山の、諏訪洞という洞窟を、うん、当時2倍にした時の発表と、洞窟潜水についての発表をしてるのがそのぐらいじゃないかな。うん、え、何年か分かんない。今2003年見てる服じゃないっすよ。ウィキペディアがのメンバーが俺のストーカーがいて、うん、諏訪洞のやつとか改ざんしてるからさ、うん、
だから諏訪堂が1650メーターだったかな。まで伸ばしたとき、ね、第3回委員会議事録。ああ、あったあった。99年。うん、ちょっと待ってください。これ載せますよ。うん。うん。うん、ちょっと待ってください。画面に載せますよ。これすごいな。前澤君さ、はい、なあ、はい、そろそろさ、なんかあの、家には Wi-Fi 突っ込んでねえけど、うん。そろそろなんかそういうのやめね。さっき、みたいな。はい、うん、ちょっと待ってください。家だよ。ちょっと待ってください。あ、そっか。今画面に映ってないんだ。せっかくカメラオンにしたけど。はい。うん、あ、オンにした？ちょっと待ってください。消しちゃった、消しちゃった。うん。ああ。前澤君が検索してるから。あ、うん、出ました、出ました。これ、秋尾さん。うん、ちょっと、あ、やべ。目が見えねえ。全然、俺。うん、うん、うん、おー、いや、そこのさ、内容は書いてね、内容は見えてないんだね、そりゃね。うん、そうそう、参加者、だからここにいる1、2、3、4番目の近藤澄夫さんとか、はい、あれ、あれねえな、そこら辺が、あの、あ、う、裏浦田健作さんあたりだった。あれ、もう一人、そこら辺がさ、日本のさ、洞窟でさ、うん、一生懸命潜ろうとしてやってた時があってさ、うん、うん、ああ、で、そんなんじゃ無理だからよってさ、うん、あの、教えに行ったのがその年かな。うん、まあ、じゃあとりあえず秋尾さんのその日本洞窟学会は秋尾さんの言い間違いで、まあとりあえず言い間違いしてるつもりはないからわかんねえよ。いや、秋尾さんは日本洞窟学会の理事長を15年やってるって自分の口で言ってます、このように。いやー、そこにそういうふうに言ってた、ね、じゃあもう一回流しましょうか。洞窟学会の日本理事長をやってると言ってたんじゃないの。いや、じゃあ流しますよ。自分で確認してください。だから言い間違いだって言ってんだろう。聞き間違いじゃねえのかな。だから今から流すから自分の耳で聞けよ。自己紹介をお願いします。はじめまして、北沢明夫と申します。うん、一般的には YouTube なんかでも、ハーレー北沢とかハーレー秋代でやると僕が出てくるような人間で、で、まあ3万人、直轄で3万人、あの計16万人のハーレーグループの、まあ、統括っていうことをやってます。で、他に、まあ仕事的には、ホーム団体のバルブ、まあ北沢バルブっていう今名前なんですが、そこの、代表主査、本当は主査という名前なんですけど、代表主査をやってます。トップですね。で、他、仕事としては、あとは、洞窟を潜る洞窟潜水、洞窟学会の日本の理事長だったり、洞窟潜水協会の。あ、ほんとだ。洞窟学会の日本の理事って言ってたもん。あれだけ言われて。すいませんな、秋尾さん、俺の聞き間違いだったわ。だろ、まあ、はい。だって俺、日本洞窟学会、本当だ、洞窟学会の、会の日本の理事。うん。そうそう。あのね、さっき言った通り。すいません、秋尾さん、これは謝る。いいよ。日本の洞窟学会のレベルだと、はい。はい、あの、洞窟潜水はできないんだって。いやー、秋尾さん、これは申し訳ない。マジで俺の聞き間違いだ。いい、はいはい。じゃあ、あともう一個ね、インドネシアの海軍の潜水部団の講師っていうのは、これは嘘だろうが。コパスカでしょ？本当だよ、はい。で、どうやってそこになったんですか？もともとは、あれ、前にも話したと思うんだけど、気のせいかな、前田君のこと。前田君のこと。忘れたかもしれない。もともとは、ええ、バギーに、3ヶ月さ、行ってたんだよな、うん、はい。飛行機のチケット3ヶ月で取ったわけだよ。う
はい、行ったんだけど、はい、初めの3週間で、ね、うん、行った先は俺の友達のね、うん、お前あれ、うん、はい、友達ん家にさ泊まりに行ってた予定だったね、3ヶ月ね、うん、そうしたら、うん、友達がね、3週間目でね、あの、うん、俺電波サービス行くからよと、うん、でこの家引っ越しちゃうんで、引っ越して、うん、契約も解約したから鍵渡すが明けようじゃねーつってやられたんだよ、うん、ね、あと1週間しか家にいることができなくて鍵渡されちゃったわけじゃん、うんうん、でそれで困ってどうしようかなと思っていた時にね、うん、僕はダイビング関係で行ってたからバリにはね、うんうん、それでその時に、うん、あのインドネシア海軍の潜水部隊の一番トップの教官がいて、ね、うん、それが近所に、うん、そう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 、あの、うん、インドネシアの、うん、あのダイビングのに、事務局長みたいなやつだった、ね、うんうん、まあ副理事長だから会長ではない。エツコールさんありがとうございます。秋尾先生信じてま、うん、信じてませんでした。すいませんっていうことです。あ、いえいえ。うん、かおい、お金もらったね。会長は、うん、お金、あれだ。ちょっと簡潔に話して、秋尾さん。どういう経緯でなったの？まあ、そこで、その話をして、うん、俺、家なくなっちゃったよ、つって、話をしたら、ね、ね、うん、インドネシア海軍 あのトップがね、うん、秋をあのね、海軍 の、ね、こう、あの、まあ、講師、要は潜水部隊のさ教官やってくれたら、ね、うん、俺んとこのやつ家一個用意するからさっていうことで、うん、それでやることになっちゃった。その軍、うん、まあ、いくらその海軍の潜水部、あの海軍の人だったとはいえ、民間人をいきなり連れてきて、うん、うちの部隊を教えてくれってことありえるの？あ、インドネシアだからありえるのか。まあ、要はトップだからね。これ確かに、うん、なるほどね。俺がハーレーでね、前に行ったことあるけど、うん、俺のハーレーで、ね、首相官邸に行って、うん、ね、ちょっとしんちゃんに遊びに来たからよって言って、うん、開けてくれって言って、ね、うん、首相官邸は俺のハーレーで走り回ったって話をしたことあるよね。それ、あ、ひょっとして安倍のしんちゃんのこと言ってるんですか？安倍のしんちゃんね。うんうん、ね、嘘つくんじゃないよ。そんなわけない。なんで知り合いなんだよ。それは岸信介がうちのひいじいさんの国夫と、うん、仲が良くて、ね、渋谷の松濤というとこにうちは家が1個あったね。うん、はい、松濤の家に、南平台だったから、うん、岸さん家はね。で、松濤の家はうちは3000坪あるぐらいある、ちょっと大きい家だったから、うん、岸信介の家よりね、うん。それで遊びによく来てて、うん、そこに連れてきたのが孫の安倍の心臓なわけよ。うん、ね、うん、で、そこに安倍の心臓を連れてきたから、僕の10歳、15歳ぐらい、まあ上は20歳ぐらいの、10歳ぐらいのおじさんとか15歳ぐらいの、はい。はい。あ、デオンテイワイルダーさんから秋代へってことで。ちゃんと撮っときよ、好きやな。あとで DM しますね。ありがとう、ありがとう。っていうのをしてたんでね、うん、僕の上のおじさんたちが幼なじみなわけよ、うんうん。それで僕はちっちゃい頃に、ね、の時、子供の時からね、安倍の心臓を知っていて、うん、ね、みんながさ、しんちゃん、しんちゃんって呼ぶから、僕もしんちゃんなわけよ。それはで、秋代さんが首相官邸行ったとき、安倍晋三に会えたんですか？
安倍晋三が OK ってしなきゃ入れないじゃねえの、いきなりさ。うん。なんか、信じちゃいそう、これ。本当っすか？うん。だから、ね、前、はい、それと似たようなのが、はい、東急の後藤家の三代目、はい、てっちゃんって言うんだけど、てっちゃんだけど、はいはいはいね、後藤哲に、僕が、中国の北京オリンピックの時ね、前の方のね、夏の北京オリンピックの時に、うちの会社で北京オリンピックの授業をやってたんで、ね、と、まあ、だから後藤のてっちゃんも、俺が0歳とか1歳とか2歳とかそういう時から、赤坂のね、うちは、細川の殿様のうちの一つを、で住んでたから、俺はそのうちで生まれたから、ね。そこに後藤のてっちゃん、細川森弘が持ってる家の一つだろうな。たった3000坪だから。はいはいはい、ね、それは熊本の殿様としては3000坪って大した家じゃねえだろうから、その一つが、で僕は生まれてるわけよ。うん。うん、で、そこに東急の後藤昇、後藤、要は後藤慶太の息子が昇るなわけだ。それの孫が後藤哲なわけだよ。で、てっちゃんが遊びに来てたわけよな。昔から。で、それがあったので、ね、北京オリンピックの時に、ね、てっちゃんは東急エージェンシーの、取締役をやってたんで、ね、てっちゃんすみませんけど、東急エージェンシーの関係する北京オリンピックの授業に関しては、うちの、ね、SOT を通してくださいと、いうことをやってたな。だから今回、それのやつでお知らせしたのが、SOT の日本支社の僕は常務取締役だから、っていうやつを載せてたね。なるほど。だから、ちなみにね、それこそ、西武の土見義明のうちも、ね、俺の地元だから、ね、もう、で、義明の息子は俺の同期かなんかだったから、遊びに行ってね、お前んちは庭にエッチって書いてあるんだから、ラブホテルだなってからかって遊んだんだよ。まあ、要はヘリコプターがあったってことですか。まあ、ヘリポートがあったからな。だって、ね、西武土見義明にからかのうちにからかいんのってそのぐらいしかねえだろ。そういうやっぱり、だからそれはチーマー関係っていうのはさ、地元関係だから。だからちなみに、赤坂の僕ん家は3000坪だったのを、一回西武に売って、それで買い戻して300坪になっちゃったんだけど、ね、残りの2700坪のうちの一つに、森花江さんの家があるよ。ああ、まあ、でもそこは土地だから別につながり、付き合いはないですよね。いやいやいや、だってもともと僕の家だからお隣だし、泉ちゃんとも付き合いはあるよ。ちょっともう、スケールがでかすぎて、もう、わけわかんなくなってますよ。だから、ちなみに僕ん家の隣は、ね、三共製薬で、ハーレーの日本版の陸王っていうやつがあったのね。はい。それを最後の社長っていうか、まあね、陸王を辞めちゃった人の、ね、鈴木万平ちゃんのうちだったわけよ。なんだ、塀の隣がね。ちょっとその鈴木万、その辺の名前知らないですね、俺。まあ、とりあえず、ハーレーの日本版の陸王ってやつだ。で、はいはいはい、その隣が、隣、まあ、二つ隣か、ね、俺の同級生の、前田のうちっていうのがあってね、
その前田のうちって誰だかっていうと、うん、マザー牧場って千葉にあるんだけど、うん、マザー牧場を作ったうちだよ。マザー牧場知らない？いや、知ってます、知ってます。ああ、ね、マザー牧場を作ったうちってどういううちかっていうと、東京タワーを建てた前田さんちだよ。うん、へぇー。そういうこと。でも、秋代さんって今、赤坂の自分の家。うん、はいはい。青山じゃなかったですか、家。青山は青山で、住んでたけど、うんね、赤坂は赤坂で、もともと生まれて、今も家はあるよ。じゃあ、まとめると、青山、赤坂、松濤に家持ってたんですか？いやいやいや、持ってたのは、さらに言うと、三番町、はい、三番町って千代田区ね。うん、はいはい。それと、前に行ったことあるけどさ、目白、うん、うんうんうん。目白の、目地通り沿い。うん。うん、要は学習院の目の前で、うん、岸墓神っていうお寺があるんだけど、うん、そこの要は地下鉄、うん、両方ないって言ってますけど、地下鉄の目の前に目白中野ビルというのが今もあります、うん、1500坪ぐらいかな、うんうん、もともとは1800坪の土地だったんだけど、まあちょっといろいろお金を借りただ貸しただっていう世界で300坪ほど、うん、売って、あ、そうなんだ、マザー牧場は本当に東京タワーなんだ、へえ、うん、秋代さん、じゃあね、ちょっとね、話がどんどん大きくなるから、 Google で検索すれば目黒中野ビルっていうのが、うん、学習院の目の前で、目黒じゃ目白、うん、あるよ、うん、それがで、秋代さん、はい、ちょっとこれもうちでございます、はい、わかりました、では都内に5、6個の邸宅があったってことですね。そうですね、はい、何をちょっと顎上げて喋ってんで、で、ちょっと秋代さん、今キッズってあるじゃないですか、会社、おお、あれはもう北沢家とはもうほぼ関係ないですよね、今は。あ、まあ、筆頭株主っていうか、まあ、筆頭ではないけど、まあ、株主なんだけどな、今のところな。あ、だから、あれ、もう、うん、おじきも離れてるかし、まあ、いとこも、役員辞めたんじゃないかな。うん。で、それって、その会社はあれ、売却したんですか、あれ、要するに。売却じゃないよ。うん。うん、まあ、売却するような規模の会社じゃないじゃん。大きすぎてってこと？だって一応は大きさが大きさじゃん。うん。一部上場の会社売却するって、はい、買えるよっていうほどの会社じゃないじゃん。うん、大関君とかさ、ね、うん、慎吾の、うん、なんかこの頃慎吾から山ほど電話かかってくるんだけどさ、まあいいや、うん、なんかやろうとしてんじゃないですか。いや、選挙中も電話かかってきてさ、電話かかってきたね、さ、はい、ね、何にも喋らねえ電話かってさ、間違えてかけてんだよな、ね、師匠、阪神大学なんかに入れたのかな、俺の番号、まあいいけどね、うん、うん、あんな、うん、まあ一応日本のバルブ工業を作った会社だから、もともとがね、東洋バルブの方が、うん、うん、だからそういう会社だから、うん、うん、ただそれだけ。じゃあ、秋代さんは別として、北沢一族で資産ってどんぐらいあるんですか、想像でいいんですけど。北沢一族生で今でもこんぐらいあんじゃねえのかって言うんだね。動かせんのが、
300ぐらい？ああ、やっぱり300億ぐらいありますよね。そんなもんじゃねえかな。秘密じゃない？すごいな。全然すごくないじゃん。あの、ゴローズの望遠鏡はまだあります？いや、あるよ。はい。手元にあります、今。え？手元にあります、手元に。まあ、あの、向こう、他の部屋にあるけどね。ああ、なるほど。うん。他の部屋は、まあ、家ちっちゃいからさ、10メーター先ぐらいにあるよ。うん、じゃあ、撮って見せてくださいよ。あの双眼鏡？はい。うん、だって双眼鏡アップにしますんで。わかんねえんだもん。うん。俺、北沢一族が300億あって、なんで明夫さんがそんなひもじい生活してるのかがわかんないですよ。なんで？うん。みんな僕は怖いからね。うん。え、みんな僕に借金してるからだよ。あ、じゃあ、明夫さんは債権を持ってるんですか？え？明夫さんは債権を持ってるってことですか？そうだよ。それどれぐらい持ってるんですか？880円？880円？うん。は？ 880 円の債権？ 880 億？あ、880億の債権を、まあ、持ってると。うん、だから、余計怖い。はい。これね。あー、出たー！はいはい、かっこいい。これは、まあ、ここに書いてある、なんだっけな。ビクセンの、アルティマっていう、まあ、ビクセンっていうと、双眼鏡じゃすげえ有名なメーカーなんだけど。はいはい、知らなかったです。はいはい。そこのアルティマっていう、まあ、特別仕様かなんかで出してやったんだよ。もうちょっとカメラに近づけて、見える？ピント合うのかな？はいはい。合います、合います。で、それで、あの、ゴローズで、ここの革の部分を貼り替えてもらったの。うんうん、こういうやつね。はいはいはい。かっこいいっすね。これはかっこいいよ。うん。うん、そう、だから元々は それゴローズだったら数千万するんじゃないですか？しないよ。うん、あのね、ゴローズって、あのね、まあこういうことだよ。日本人の感覚は、ね、ブランドに対しては、だから昔よりすごくレベルが下がっちゃったんで、ね、ブランドが、があるもの、だと価値は見出すけど、それ以外はあんまり価値を見出さなくなっちゃったんだよ。なんか、それ、ゴローズじゃなくて、秋夫さん、革を張り替えてもらっただけだから、ゴローズじゃないんじゃないのっていう意見ありますよ。まあ、そういう言い方でも確かだよ。まあ、あくまでも、ゴローズで、革を張り替えてもらっただけだから。なるほどね。じゃあ、うん、まあ、なるほど。うん、だから、まあ、もともとはね、ビクセンのっていうさ、ね、世界のトップブランドの、その双眼鏡なんだけであって、そこに、ゴローズで、カスタムみたいなことだけだよな。そう。じゃあ、明夫さんの表現の仕方として、ゴローズの双眼鏡っていうと、ちょっと、間違った伝え方になっちゃいますよね。まあね、ちょっと間違いだけど、よくさ、例えば、ハーレーでもね、単にハーレーというやつもあれば、ハーレーのそのメカニックでも、有名なメカニックとかいるわけだ。そうすると、そこのハーレーになるわけだよね。だから、そこが、だから、ゴローズが、
有名じゃなかったら、ね、高橋五郎は有名じゃねえんだったら、ね、うん、それこそビクセンだよ、うん、ね、高橋五郎、五郎ズにブランド力がねえんだったらビクセンだよ、うん、だからハーレーはハーレーだけど、例えばサンダンスっていうのがあるんだよね、うん、サンダンスっていうのは東京の東京インターのすぐそばにあるんだけど、うん、サンダンスという店がのやつがステータスが あるからサンダンスのハーレー、なるほど、いいだな、うん、それと同じで、うんうんうん、だから僕が一番初め乗ったところも乗ったハーレーも、うん、名前忘れてた、うん、川北さんのところだったから川北が作ったハーレーっていうことで、うん、それはそれでブランドなんだよ、なるほどね、そういう世界かな、そういう感覚、うんうん、だからそれにだから要するに、ゴローズにがブランドとして価値がねえんだったら、うんうん、うん、意味ある、なるほど、うん、わかりますわかります、うん、じゃあおおよそね、秋尾さんの話今日いろいろ聞かせてもらって、うん、最後南京大学だけですね、怪しいのは南京大学は、うん、前のパンフレットに入学式のみんなで撮った写真を載っけてたよ、うんうん、前のパンフレットってどんなパンフレットの話ですか？町長選かなんかのビラの時に、うん、南京大学の校門の前目の前でみんなで、うん、入学式の時のにみんなで並ぶ写真とかあるじゃん、入学式とか卒業式とか、あ、当時の写真ね、当時のね、うん、そう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 、うん、うん、それの写真を載っけて 今ないですか、手元にそのパンフレット。今さなんかとりあえず半径20メーター以内にはあるはずだけどね、ちょっとなんかね労力使わせて申し訳ないけど、もしパッと探してあれば見たいなって、いやあってもさみんなで写ってるからさ見えねえだろうと思ってさ、あいやだからそこの字に校門の目の前に校門の目の前だから、うん、南京大学という字は、うん、見えるかもしれないけどな、うん、うん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 、で、その南京大学に入学した経緯ってどういう経緯なんですか？いや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 、それこそさね、うん、この先中国が発展するだろうということで行ったわけだよ、うん、その海外の 入学手続きとかって全然わかんないんですけど、どういうものなんですか？知らん。あ、そういうのは周りの人がやってくれたんですかね。そうそう、周りが全部やるからね。うん。だから、当時、会社の方でも中国の方に進出しようかしないかだったんで、うん、それの前に、うん、2、3年前に、中国で会社でさ旅行してるからさみんなで、確かに北沢バルブってその中国とか香港に会社ありますもんね今はね、うん、うん、だから一番初めに台湾に作って、うん、それで中国にも作ったのかな、うん、うん、で中国に作った時の、やつが、うん、ん？3番目の社長、ついこの間今の会長じゃないの、うん、今の会長が中国に渡ってやってたね、うん、うん、それ俺んちよく来たやつでさ、だからちょっと待ってね、探してんだけどね、うん、天皇陛下の写真はあったけどさ、うん、だ天皇陛下が僕んちに来た時の写真はあったよ、うんうん、ちょっと待って、天皇陛下がうちに嘘つくなってた、秋夫さん、いつだ、昭和天皇、これ、美智子様たち。ほら。見える？それ、何ですか、それ。どこに来てるんですか？これは、
長野県、今で言う諏訪、諏訪市文化センターっていうところがあって、ええ、うん、そこにあの、うん、うちの北沢コレクションがあった、あの北沢何あって北沢コレクションっていう、うん、幻の北沢コレクションっていう横山大観さんって聞いたことある、うん、日本でね、はいはいはい、有名な、はいはい横山大観のうちはメインスポンサーだったから、うん、メインスポンサー、はい、うん、で絵をいっぱいあったわけよ、うん、あ、それを見に来たってことですね、天皇陛下が。え、一応は建前は、うん、ね、あの東洋バルブの工場見学。すげえ、マジっすか。うん、やべ、ちょっと次元が違うわ、やっぱ秋夫さん。だからね、前澤くんが前に諏訪の北沢美術館行ったじゃん。はいはい、もうみんな知ってました、秋元さんのこと。あそこの入り口に、ね、うん、それこそ今の天皇。あった、天皇陛下のなんかが。あったよね。ありました。うん。すげえ、つながった。つながったね、うん。あった、なんか書いてあったんですよ、誇らしげに。ね、入り口に、はいうんはい。それは天皇陛下来るっていうのは、日本人にとっては誇らしげなもんだからな。そうそうそう。うん、すげえ、ちょっと待って、秋夫さん半端ないっすね。だから嘘なことは言えないって、俺はどこなの。なんで秋夫さん そんなにすごい家柄ですごい人なのに、なんでそんな29票っていう結果になっちゃったんですか。いや今回ね、もともと最初に出馬を決めたのが、はい、19日の当日の午後なのね。うん、ギリ、うん、で、ビラも要は本当は、ね、うん、事前に選挙活動、うん、政治活動という世界で、ね、ビラを山ほど配らなきゃいけないわけだよ。ああ、じゃあ十分な選挙活動ができなかった結果ってことですね、要するに。うん、あまりにもね。うん、なるほど、確かにね、2日3日しかできなかったですもんね。だから選挙活動じゃなくて、選挙の前の政治活動をね、うん、3ヶ月とか半年前からやってなくちゃやっぱ選挙は勝てないのよ。うん、うん、だからそうしないと、ね、だから、ポストイン、ビラのポストインは選挙始まる前日までしかできないんだね。秋夫さん、ちなみに定員割れしてる選挙区に出るつもりはないですか。うん、面白いね。うん、いや、次は長野県の長野県にマリス、岡谷市議会。岡谷はそうなの？はい、岡谷の市議会議員は定員割れしてます、一人。ああ、そう。ほら、これが南京大学の入学式かな。あ、すごい。ね。これでまっすぐか。うん。秋夫さん。はい。なんかいろいろ疑ってすいませんでした。いいね。だからさっきの洞窟に関しては、ほら、はい、ここにあんじゃん。それ、どっかで手に入らないですか、実物。もう入らねえだろうな。うん、それ欲しいな。見たい。うん、だからこれは、要は、はい、この不正選挙でさ、ね、ほら。すげえっすね。はい、真鶴の選挙管理委員会のシールを貼ったりとだけど、はい、ね、令和12年の要は不正選挙の町長選挙の時じゃないかな、これ。へえ。うん。だからそのだから、ちょっと待ってください。それ、秋夫さん、それ自作じゃねえかって言われてますけど。はい、え？自作で作ったパンフレットですか？そうだよ。うん。あ、そういうことですね。自作って何？手作りっていう。手作りではないよ。これは、だから、まあ、ここら辺の、業者さん。はい。ああ、なるほど。印刷ね、うんうん。うん。そう。で、業者さんで、ね、単色でやってくれということと、紙をピンクにしてくれということで、うん、こういうふうになった。うん、あ、そうか、それを配ってたんですもんね、選挙区で。そうそう。うん、
だから、多分印刷、あ、これは印刷所の名前を入れてないな。うん。うん。うん。いや、やっぱ秋代さん、本物だわ。その時の選挙の時に、僕に提供してくれたギャラリー。ええ。うん。だから10坪ぐらいのさ、まあ、駐車場だな、もともとな。うん。うん。で、駐車場全部借りて、うん、で、俺の症状とかそういうの、俺の絵とかはなかったけどさ、うん、まあ、あの画家とかそういう人たちが絵を飾ってくれたみたいな。うん。ね、ここら辺はさ、もうアウトローの人たちが多いから、ね、それこそ選挙でやってたら、ね、はい、酒で酔っ払いながらやってきて、ね、選挙事務所で酒を振る舞ってたとか言って、ね、訴えてくるやついるから、うんうん、なもんなんで、あくまでも選挙事務所とせずに、アートギャラリーっていうことでやってたんだよ。へぇ、だからそれを1ヶ月ぐらいやってて、うん。うん、だから去年の選挙の時も、うん、駅の目の前にあるインド料理屋さんに、ね、うん、別にテーブルを用意して、外にね、うん。で、その後は、小田原百貨店っていうスーパーのところに、うん、うん、1週間、だから合計半月ぐらいやってたんじゃない？半月やね、もうちょっとやってたか。うん。うん。うん、だからそこを用意して、うん、で、最終的に選挙に出るのはやめたんだけど、うん。うん。うん、そしたら、なんて即やる5つの公約を、ね、うん、所信演説で全部できませんでしたっていう小林町長が当選したんだよ。だからね、所詮ね、やっぱりさ、うん、ね、田舎であっても、ね、筑波大学で東大、早稲田の大学院に行ってる男と、ね、役場で、うん、暴走族の、ここら辺の地域の一番ペイペイの、ね、学校、高卒とは、うん、じゃあ勝てないんだよ。うん。うん。まあ、そんなわけですよ。だから皆さんに、いや、今日、この前、今回も皆さんに言われたよね。うん。うん、その話はね。うん。そう。だから、今回は本当に、僕の方もね、3ヶ月っていうさ、契約あるじゃん。うん、ね、なもんだから、ね、12月の頭ぐらいに移動してたんだけど、うん、うん、それをもうちょっと早めにして、その時に政治活動でビラを作って、バシ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 ポストインして、やっとこ、あれ、秋代さんって新聞屋クビになったって本当ですか？うん、新聞屋はね、一応クビになったよ、うん、クビになった、うん、その理由は、うん、今回トップ当選した土屋由紀子って女がいたんだけど、うん、はいはい、土屋由紀子とそれの愛人っていうか不倫相手の彼氏の木村勇っていうのはいいんだけど、うん、うん、それが朝日新聞に通報したのね、うん、俺の記事が個人情報が写ってる、うん、うん、あ、それは真鶴のひなずる幼稚園という幼稚園の入園式にやってきたお父さんと子供たちっていうのはさ、そういうね、うん、幼稚園で父親が幼稚園に行けるっていうのはさ、入学式ぐらいしかないじゃん、幼稚園の中で遊べるのはね、うん、もちろん、まあ、せいぜい卒園式ぐらいじゃん、入園式と卒園式じゃん、うん、でだから入園式の時にの親と父親が子供にいろんな遊びを教わりながらやってる写真をいっぱい載っけてやったんだよね。うん。うん、で、そうしたら、ね、もちろんそういうのはさ、園長先生、前の園長先生、担任の先生、親たちにも全部了解得てるよ。うん。了解っていうか、もともと頼まれてね、それを、うん。うん。うん。で、それをやったんだけど、その土屋由紀子と、うん、木村勇が朝日新聞の方に連絡をして、うん、
プライバシーの侵害で、ね、うん、親たちからクレームがあるという嘘を言って、ね、うん、うん、それでいて、じゃあ、うん、一応クビクビってやめたので、今何やってるんですか。でもともとやってるのはさ、さっき言った通り、うん、ね、洞窟学会の日本の理事長だって、日本理事長だって。で、そこは、その部分は収入ないじゃないですか。まあ、ある、ない、まあ、隠しとくよ。うん、NPO だって。で、あと、秋代さんさ、今まで移動手段ってハーレーと原付だったじゃないですか。いや、最近車買ったじゃないですか。ハーレー、うん、ハーレーの車検の時に原付やってたんだよ。うん、ああ、で、車買ったじゃないですか、最近。あれ何なんですか、あの車は。あれは選挙にメインに使うやつで。買ったんすか、うん、いやいや、借りてるだけ借りてるだけ。うん、ああ、そういうことですね。そうそうそう、レンタカー。うん。うん、うん。借りるよりレンタカーにした方がいいだろうと思って。確かに確かに。だって自分が買う車と、ね、うん、選挙も含めてみんなに見せる車とはやっぱ違うじゃん。そうですね。オープンカーでさ、走ってたらさ、ダメじゃん。うん。だから天海さんが前に見せたじゃん、はい、ああいうふうに、うん。ああいうのじゃね、うん、ダメじゃん、なかなか。だから、やっぱ庶民感覚をやっぱり出さなくちゃいけないという感覚、それも、うん、だから一番最低レベルでやった方がいいんじゃないかなと思ってはいるんだけどね。でも、秋代さんの場合、最低にも程があるじゃないですか。結構、最底辺にいるじゃないですか、今。失礼ながら言うと。そう、そう言うと思って、だって、そういう人いっぱいいるんだもん、この町は。あ、なるほど。あえてそういうところに自分を落とし込んで、世間を知るみたいな。あ、まあ、そういうのも、そういうのも経験だと思って必要なんだけど、うん、かっこいい、うん、ね、あんまりいろんなことを表に出しちゃうと妬まれて単に襲われたり家に泥棒が入ったりするだけだと思ってるから、うん、やっぱかっこいいですね、生き様、秋代さん。だって一応さ、ちっちゃくて、ちっちゃくたってこれだって今だってね、一人で6畳4部屋じゃん、うん、真鶴の、事務所の方はね、うん、で湯河原の家は500坪ぐらいの家だから、うん、だから500坪の家って言うとそれなりの大きさじゃん、うん、ね、湯河原であろうと、うん、ちっちゃくはないよね、普通に考えたら。でも、秋代さん、その経験は大事だけど、それ何年もずっと経験してるのは何でですか？戻ればいいじゃないですか、セレブに。いや、見せてないだけだよ。あ、なるほど。その貧乏暮らしは仮の姿なんですね。俺がハーレー何台持ってるの知ってる？え、1台ですよね、ペンキ塗った。うん。え？うん。何台ですか？いや、一応は、北沢明夫名義で3台かな。すげえ。すごくはないけど、うん。うん、だって、他にも前、まあもうそれはやめちゃったんだけど、それこそ仮面ライダー1号ってあるじゃん、仮面ライダーね。うんうん、で、彼が乗ってたハーレー、俺は乗ってたからね。白い。でも、秋代さん、そのさ、あえてじゃあ貧乏を見せてるってことは、逆にそれ、有権者を欺いてるってことになりません？別に貧乏を見せてっていうか、ね、お金を使わないだけだよね。うん、あ、そういうことか。ああ、なるほどね。そうそうそう。キアヌ・リーブススタイル。だって、そう、まあ、キアヌ・リーブスもそういうタイプの人だけどさ、ね、うん、料理は自分でできるんだから、ね、その料理はできる状態で、ね、例えば半額セールになったとか3割引きになったやつを
買って、うん、これでも料理はできるなって作るわけだよ。だから、うん、今回さ、5日間、うん、選挙の期間が全部で5日間あって、4日間、4日間赤ワインに煮込んだ、ね、赤ワイン煮込み の, あの角煮、うんうん、それを天海さんのお母さん、お母さんが、やっぱそうそうお年が来たからっていうんで、うん、天海さんのお母さんも、なんかね、普通の料理は、ここら辺の料理じゃしょうがねえから、ね、うん、わざわざ赤ワイン煮込みを4日間かけて作ったのを、昨日届けてるよ、うん、なるほどね、うん、だってそういう料理がさ、ね、美味しかったですか、ある町じゃないでも、うん、美味しかったですか、それ美味しかったですか、どうか分かんない、感想は聞いてない自分味見もしてねえのに渡したんですか、いやいや、僕は僕で食べたけど、僕は食べたけど、僕が美味しくても天海さんのお母さんすげえ、ね、あのチームもセレブだから、はっきり言えばね、お母さんね、もともとね、うん、あの超セレブのうちだから味覚的なもんもあるから、うん、天海さんのお母さんにね、うん、あの会ったかどうかは分からん、うんうん、でも食べやすいように4日間も煮込んでるから、あの味は柔らかくはなってるはず、うん、だからちょっと赤ワインのお酢ってあるわけだよ、ワインビネガーってやつな、うん、でそれをそれを混ぜてるから、まあ一応は南仏料理的なもんだけど、それを、うん、ね、あの天海さんのお母さんが好きか嫌いか知らないからさ、うん、はいはい、うん、だからまあマミマミマミって言ってんだけど、みんなみんなでもさ、天海さんもそうなんだけど、うん、だからマミさんがまあそれが美味しいと思ってくれたらいいなと思いつつ、うん、うん、料理は作るんだよね、4日間ほど、うん、うん、要するに和歌山ひそカレーの精神ですよね。でもさ、ね、増田直美だっけ？林真澄。林真澄。あ、林真澄だ。林真澄ってさ、あれ冤罪だよ。いや、そうやって言う人いますけど。うん。だって、ね、あの時に。あの出てきたヒ素とね、うん、林真澄が持ってたヒ素違うからね、種類が。あ、秋代さん、秋代さん、あのこれちょっと秋代さん、そうだ、そういう未解決っていうか、そういうの気になるんだったらこれ調べて、うん、ね、ちょっと待ってください、これこの事件、あ、さっき出たやつね、岩手17歳女性、これ何？これね、あの岩手県に取材に行くんですよ、今度。あのどっか、この人が、あのこの小原克行っていうのが懸賞金かけてるから逃げてんでしょ？そうです。うん、俺ね、今日ね、なんかね、だけど、この黒木っていうジャーナリストは冤罪だって言ってるんですよ。和歌山の、うん、なんか秋代さんの調べて、ちょっと秋代さんの意見も聞いてみたいですね、これに関しては。和歌山の保険金殺人あるじゃん。いろんな情報ネットにあるんで、もうすでに。ああ、そう、ちょっと確認してみるね、これね。和歌山の保険金殺人あるじゃん。秋代さん？おい。和歌山の保険金殺人、この前さ、さん、もしもーし、秋代さん、はいはい、何聞こえてます？聞こえてる、はい、聞こえてます、はい、聞こえてます、聞こえてます、和歌山の保険金殺人あるよね、はい、あれは冤罪だぞ、高裁に持って行って、うんうん、だって殺せねえから、うん、殺せないのに殺人事件になることはありえないわけだよ、うん、意味わかる？ね、殺人できないような状況なのに
殺人事件で挙げて、うん、で、ね、うん、あの男の方が、それこそ保険金を3000万と2000万の計5000万かけてたとか、ね、不倫相手がはらんでたとか、ね、うん、それとあとはペットサロンので働いてるとき、ペットショップかで働いてるところの、ね、商品を、ね、うん、勝手に売ってたっていうことで逮捕したわけだけど、うん、で6年間もさ、人質司法をやり続けてさ、うん、なんだけど本人はね、一度もね自白してないわけだよね。ちょっとね、俺は、うん、和歌山地裁で、19年言われて、うん、大阪高裁で19年だけど、うんうん、あれは冤罪だぞ。なぜ冤罪かって言ったら、ね、浅い水深で傷を一個もなく、ね、飲んでた砂も一粒も見つからない状態なんだよ。ああ、今話してるのはヒソカレーじゃなくて、あれか、夫婦のやつですね。そうそうそう、和歌山、保険金殺人。はい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 、うん、有名なやつ、ね。あれは冤罪だからね。いや、でもそれは見解分かれてるじゃないですか、その検察官、その司法解剖した人の意見が分かれてるじゃないですか。いや、司法解剖しても、ね、胃の中から砂が一粒も見つからないなんてことはありえないから。砂をいっぱい飲んでたって、ね、飲んでたっていう、その、救急救命医師の方が、ね、うん、言って、口で言ってるって言っても、ね、カルテにも書いてないんだよ。いや、それは、最初に司法解剖した人が、その砂を捨てちゃったんですよ。違う、司法解剖をしたんじゃなくて、救急救命医、うん、その時に命を助けようとして、2泊3日で亡くなっちゃったんだけど、その時の救命医が、ね、うん、砂があったと言ってるだけであって、ね、うん、その後の死亡解剖の時に、気道とか、ね、うん、肺にも砂が一つもなく、一粒もなく、うん、胃の中に入ってた食べ物ね、残留物にも砂が一粒も見つからないなんていうことはありえないからな。なんか俺もそれチラッと見ただけで、内容ちょっとまだ把握してないんで、ちょっと調べますよ、それだったら。ああ、ごめんね。うん。はいはい。うん。うん。それは、その、まあ、冤罪ネタ。まあ、大阪地裁だから、大阪検察だからさ、ね。うん。あそこ、それこそね、裏金もみ消したところじゃん、大阪地検って。うん、それ知ってる、うん、前田健二ですよね。うん。うん、そうそう。まあよく知ってるじゃない、そういうのさ。うん。うん、でね、それこそさ、和歌山カレー事件のやつなんだからさ、ね、和歌山地裁もね。うん。うん、ダメだよね、腐ってるからよ。うん。うん、所詮全部自民党だからね。どうぞ全部自民党だよね。はいはい、日本政府は全部自民党なんだから、裁判所も自民党ね、うん、ね、警察も自民党だよね。検察も自民党だよね。うん、だから今回だってさ、一人もさ、逮捕者出さなかった一人もっていうのは、そんな雑魚だけ逮捕しただけじゃん。うん、ね、その雑魚だって自分でさ、ね、俺は裏金もらってたって書いちゃっただけじゃん。うん。ね。だから議員一人だけだっけ逮捕されたの。うん。うん。だから本来ならば80人ぐらいの自民党の国会議員全員逮捕されなきゃいけないんだよ。うん。うん。全部自民党なんだからね。うん、そんなもん逮捕しねえよな。なるほど。ね、僕、前に話したことなかったっけ、うちの、ね、はい、ポックリーズ改めてウォーリアーズというチーマーの元祖のチームは、ね、うん、20人ほどさ、ね、うん、逮捕されたんだよ、うん、渋谷署に、うんうんうん、
で、渋谷署だったな、うん、逮捕されたんだけど、うん、その日に出てるからな、うん、それは、それこそ、うん、ね、ジブラのって聞いたことある、うん、ジブラ、うん、あのラッパーですよね、うん、ジブラの、前この間さ、去年かなんか前、中村ゆうじくん、あ、たな、うん、あ、田中ゆうじくんのさ、あ、KGB の、うん、はいはいはい、KGB の、うん、あの時にジブラと一緒にやったよね、うん、で、そこの、あの時の、プロデューサーかなんか、そこら辺のやつがさ、俺の同級生だよね、うん、うん、で、あそこのさ、ソロモン&I もうちの同級生だからよ、うん、うん、うん、俺ん家に来てたチームのメンバーだから、もみ消しですね、もみ消し、うん、だからそういうのがあるから、その日出さなきゃいけないんだよ、はい、なるほどね、うん、うん、そういうのは昔からあってね、一般の人は、ね、うん、そんなもみ消しなんかありえねえとか言うけど、うん、うんうん、俺なんかでもね、逮捕されても何されてもその日に出てくるから、うん、確かに楽ちんさんをぶん殴った時もなんとかなりましたもんね、うん、何もならないよ、うん、あんなもんじゃ、うん、楽ちんなんかで殴ったって何もなるわけないじゃん、捕まるわけないよ。さすが秋代さんですね、うん、それこそ逆言うはさ、ね、真鶴のさ、町長さ、泥棒もしてんのさ、いまだに逮捕できないのがさ、うん、神奈川県警であるけどね、うん、秋代さんね、今度ね、時間があったらね、ゆいが事件調べてくださいよ、ゆいが事件。何？ゆいが事件。はい。なんかメール送って、あれで。わかりました。TikTokで。うん、お願いします。うん、うん、うん。そうそう、遅いもんね、12時になっちゃったよ。そうですね、この辺でちょっと今日はやめようと思います。うん、僕はもう、さっき、ね、お誘いもらった時にさ、